はい、えー、それではですね、えー、早速始めさせていただきたいと思います、えー、2023年度の、えー、論文直前予想会の方を始めさせていただきますよろしくお願いしますでは草川先生よろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします OK です聞こえてますじゃあ共有開始してよろしいですかお願いします はい。じゃあ、えっ、ー、と、監査論始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 共有大大丈夫です<あ>大丈夫です大丈夫です、はい、夫ですす、はいはい、それではっ、えー、と監査論の予想会始めていきたいと思いますがっ、えー、と監査論はです、ね、もうあのこの時期ですからプレトーレン、ロングレトーレンそして公開模試、えー、これをですね徹底的に、えー、復習していただいて覚えるべきところは覚えてしまうというのがもうこれがね直前の対策これに尽きると思うんですが、まあ、その中でも、えー、どこが重要か予想されるかというところをお伝えしていきたいと思います。 で、えー、まずレジュメの一番最初1ページ目に過去問を載せてあります。でこれはですね過去問はもう今さ今からあのしっかり解いてくださいという意図ではなくて、えー、過去問は あの癖のある問題形式、これがね、ただ出題されていますので、まあ、問題をちょっとこういう癖があるのかということを改めて見ていただくという程度で、えー、要確認ということで、ねえー、載せております。なのでで実際にに具体的に、えー、対策という意味では全て プレトーレン、ロングレトーレン、そして模試の中に、この過去問の内容も踏まえて、作文してますので、実際の中身としてはです、ね、プレトーレン、ロングレトーレン、模試、これを、ね、活用いただければと思います。なので、形式として確認いただきたいという意味で、過去問がですね、いろいろ平成18年から載せていますが、22年あ23年ですね、23年の第1問。 えー、主体論、正当な注意、えー、これはですね、えー ちょっと前半の、ね、ところとあの、えー、先ほどの発言とちょっと異なりますが、この主体論に関しては内容を、まあ、ざっと眺めていただく、えー、ところですね、形式というよりも主体論は内容を眺めていただくという意味で、平成23年第1問に丸をしています。まあ、これは理由としては、ね、正当な注意のところだけちょっと出題が長くないというところで、えー、主体論の正当な注意はちょっと注意だなということで丸をしております。 でですね、次、25年の第2問、まあ、これは、ね、不正ですね、で不正はあロングレ・トーレンの中でもしっかり取り,取り扱っていますので、えー、内容はロングレ・トーレンなんですが、この25年第2問の,この問題の出題され方ですね、特徴的ですので、えー、このあたり、しっかりとあの形式面として読んでおいていただくのがいいかなと思います。そして、 次がですね30年の第2問、これもですね事例問題で、まあ、在庫の不正とかね、えー、まあ立ち会いの実施時期とか、ここはえ特徴的な形式で出ていますので、まあ、こういう形式で出てもびっくりしないということをね、えー、も踏まえてですね、えー、見ておいていただきたいと思います。でえー、と令和元年の第2問 ここもですねやはり事例問題で、やはり特徴的な出題,のされ方が出題のされ方をしてますので、ここも問題を見ていただいて、こういう形式でもびっくりしないということですね、そういったところの確認をしていただきたいと思います。 でえー、やはり、ね、最後の令和4年の第1問、第2問、まあ、あの試験員の先生も必ず科学問を見て問題を作問しているようですから、えー、この、ね、直近の傾向に引っ張られるところというのは当然ありますので、えー、直近の令和4年第1問、第2問は、まあ、あの問題全体として、ねえー、どういう出題のされ方をしたのかというのは見ておいていただきたいと思います。 でえー、具体的にじゃあ内容として、ね、もうそれは全部あの、先ほども申し上げましたがロングレットオーレン、プレトーレン、えー、含めて作文していますので、えー、中身はこのグレードアップトーレンで基本的に押さえていただくプレトーレンで押さえていただくんですが、えー、特にこのグレードアップトーレンの方は試験員の先生の 著書とかですね、えー、そういった論文ね、えー、そういったものを踏まえて、作文してますので、えー、特に予想という意味では、論文グレードアップトーレンの中から、えー、丸を付けていきたいと、丸を付したものをお伝えしていきたいと思います。 一方でプレトーレンはじゃあどういう位置づけかっていうとプレトーレンもですね確かに過去問の内容とかを盛り込んだ非常にね重要な問題がたくさん出てるんですがプレトーレンレベルに関してはどこがよあの予想されるというよりもまあ 基本的に15回もありますけれども、あそこの内容はすべてできるようにしておくというのはね、それはまず前提で考えていただきたいと思います。その上で、ロングレトーレンでじゃあ、どこが出やすいのか、これは完全に予想していきますけれども、もちろんどこの,どの問題も、そういった著書とかの関連でね、ある程度予想しては作ってるんですが、特に第2回の第1問ですね、これは主体論。 ここは先ほど申し上げましたが主体論が特に長い間あ主体論は出ているんですがその中の正当な注意が長い間出ていないということとあとです、ねまあ、あの倫理規則が改正されたということもあって、えーまあ、主体論が、ね、出る可能性っていうのは低くないんじゃないかなということで、まあ、第一問には丸をしています。 でえー、と第2問、これもですね報告論の専門の先生が実は多いんですね、報告論の,あの著書がある先生が多いので、まあ、そう考えると、ですね最近の、えー、監査報告書の、えー、改定ですね、えーまあ、そういったところを踏まえて、出題される可能性っていうのもあるので、まあ、第2回の第2問の報告論、えー、特にこの監査報告書関連の問題は、しっかりと押さえておいていただきたいと思います。 そして第3回の第1問、ここはなんで丸をつけたかというと、ですねここに関しては、えーとまあ、あの基本的でね、えー、かつ、こういったところで差がつくんですよね、えー。何度も、ね、通常講義の中で言ってますけれども、示唆採用の根拠。 これが数年前に出たんですが、その示唆採用の根拠を書けなくて落ちた方っていうね、まあ、直接それだけで落ちたわけじゃないかもしれないですが、カーンサロンで、えー、合格点に全然いかなかったよっていう方はね、示唆採用の根拠が書けてない方が多かった。 でも示唆採用の根拠みたいに入門とかね、えー、担当上級とかも含めて、えー、毎回、論ぐれの、ね、講座でもやるような、えー、論点というのは、まあ、絶対書けなきゃいけないそういう意味で第3回の第1問の論点はこれはですね、まあ、超基本的なのでここを落としてしまうとちょっとね、えーまあ、あの監査論で、えー、結構、足引っ張ってしまうぞというところなので丸をしています。 で第3回の第2問ですがここはですねちょっとねあの受けてくださった方 IT が出たよと思ったと思うんですが、実は IT に関しても、あのー、最近ね、換気法315が改正されたことに伴って、詳しく、えー、IT が載ってる上にですねちょっと、あのー、論文がある先生がいるんですね、ですから、第2問のこの IT のところ、そしてあと重要性のある取引種類環状残高、らここらへんね換気法315が改正されたことによる論点、ここが含まれてますので、第3回の第2問。 これもです、ねまあ、しっかり特にこのロングレトレの中でもしっかりやっておいていただきたいと思います。 次に第4回の第1問ですねで、ここはまさに先ほども言った倫理規則の改正がもろに出ているところなんです。で倫理規則は、えー、2023年の4月1日から実務上も適用されています、ですからここに関しては出されても文句言えないですね。一方で、倫理規則の直接の出題というのはここのところずっとないです、論文式試験でずっとないんです。いあの 公認会計試験を受かった後の、えー、実務補習所終わってですね最後に、えー、公認会計士になるための、えー、試験終了考座ですね、ここでは倫理規則はもう毎年出るんですが科目としてあるんですけどね、えー、皆さんの,この,あの公認会計試験では、えー、監査論の中で出るかどうかというところでずっと出てない。 で改正が重なっていると、これをまあどう捉えるかなんですけれども、えーまああの、やっとかないっていうことはちょっとリスクが高すぎますので、そういった意味で第4回の第1問ね、えー、ここは丸をしています。あの倫理規則改正を踏まえて、ここぐらいはできおいた方がいいと思います。でですね、次が、えー、第6回、第2問、まあ、ここは不正です、えー。不正に関する論点を出してます、事例問題で出してます。不正も 直接の出題がちょっとね、ここ数年ないんですが、不正って、えー、あのリスクアプローチのように、ちょこ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 出るものなんですよ、なので、えー、ここのところ、数年ないことを考えると、不正があのど真ん中で聞かれてもおかしくないなというところと、あと仕分けテストっていう、ねえー、あのものをここで扱ってますので、やっぱり第6回、第2問は、しっかりと復習をしておいていただきたいと思います。 でえー、第7回の第2問、これ、二重丸にしてますね、まああの、ここはですね、なんで二重丸にしたかというと、第7回の第2問は、継続金を前提とその他の記載内容を結びつけた、これはね、非常に良問だと思いますね、えー、もちろん他の問題もあのしっかり作ってるんですが、特にこの第7回の第2問は、その他の記載内容を出すとすれば、この出し方だろうというふうに思ってます。なので その他の記載内容って、改正されてから論文でまだ出てないということを踏まえると、その他の記載内容が出るならこの形ということで、まあ、ここかなり山張ってますけど、二重丸にしてます、はいで。その他の記載内容は、その先ほどの倫理規則とともに、改正後、まだ出てない論点ということで、えー、大事ということですね。でえー、と第第回の第2問は まあここはですね内部統制を丸したのはなぜかというと、実はご存じない方多いと思うんですが、内部統制の基準は今後、改正が予定されています。が ここあのそこで、ね、予定されているから新しいものになるんで、古いのは出ないって考え方もあるんですが、ここの第2問のね、第 8, 第8回第2問の考え方っていうのは、これはまあ普遍的な考え方で、今後も、ね、踏襲される考え方ですので、ここに関しては、抑えておかないといけないかなと思いますし、内部統制に関しては、ご存知の通り、基準は引けませんからね、基準引けないので、この第,回第8回第2問は、最低限抑えておくということですね。 そして第9回の第2問、ここも二重、ね、丸にしているのは、やはり会計上の見積もりね、これも基準が変わってからそんなにズバリ出ていないということと、特権リスク、固有リスク、えー、基準が315番変わった後の論点として重要なので、ここも二重丸にしています。はい で最後、第10回の第1問、やはりね、正当な注意ですね、ここが出てないのと、あとは内部監査人の作業の適切性とかですね、内部監査人による直接補助とか、こういった論点って、試験委員の先生がですね、やっぱり著書にあるんですよ。なので、第10回の第1問も、これも二重丸にしています。はい ということで、まあ、これねあの、ロングレトーレンを基本的にしっかりやっていただきたいと思いますし、あと、公開模試はね、えー、これ、第2問の方で、関西コミュニケーションとか、そういったあの論点を出してますので、ここもね、2 0丸にしてますので、えー、2 0丸のとこと、まあ、丸と2 0丸はね、今回はそんなに差はないです。どれもね、えー、大事ですので、‐丸と 20‐0、えー、しっかり押さえておいていただきたいと思います。で、えー、とちょっとあんまり時間ないので、えー 監査の基準に行ききまますすね監監査査ののの基基準準重要度に関しては、もちろん上の予想と連動するんですが、まず最初にお伝えしなきゃいけないのは、監査基準、そして監査基準の設定全文、昭和31年ですけれども、古いですがこれと、あと監査基準の改定全文の平成14年以降、そして不正リスク対応基準。 そして不正リスク対応基準の設定全部、平成25年のもの、まあ、ここはですね、試験会場で参照できないので、直前に読んでおくのが、試験対策上、非常に有効です。えーまあ、なかなか、ねえー、量もあるので、覚えるというのも大変だと思いますが、直前に読んでおくことによって、ですね、本番で引き出せること可能性が高くなりますから、ぜひこういった参照できない部分については、しっかりと、ね、読んでおいていただきたいと思います。 はいでえー、換気法とかあの品気法ですね、えー、ごめんなさい、これ、あのこ,こでか、えー、監査基準委員会ってあります書いてありますが、これ、委員会取れましたんで、ここごめんなさい、監査基準報告書ね、そして品質管理基準報告書です、これ、委員会ないですから、ごめんなさい、ここは申し訳ない、訂正してください。でえー、監査基基準準報報告告書書と品質管理基準報告書でどれが えー、大事かというと、えー、品規法の一号、二号ね、これは改正後初めてということなんです、えーまあ、出題可能性としてはねあの、改正されたということではあの まあないとは言えないんですが一方で実務に適用されるのは来年とか再来年なので、えー、すごい出る可能性が高いかというとそうではないと思いますただ、あのー、何らかの形で、ね、参照して答える問題は出てもおかしくないので1と2、貧規法の1と2とこれは丸にしています。そししてて、えー、換気法は、まあ、200はは、ね、ほぼどののも出ますよ200を参照して答える問題っていうのは 毎回出てると言っても過言ではないぐらい大事ですので、200に関しては今一度全部読んどいていただいてもいいと思いますね。はい、それで本試験で、あのあここだと思えばですね、参照しながら書き写すということもね、有効だと思います。で、環境220、これは改正された品質管理の部分なので、まあ、丸ということにしています。 で240の不正ね、これも非常にあの今回あの、不正は危ないと思ってますし、重要ですので、ここもね全体を通じてよもう一回読んどいていただいていいと思います。260の関西コミュニケーション、これはもう最近、何らかの形でここの260を回答させる問題が出てますので、260ね、あのそんなに長い環境じゃないので、これもあの今一度ご確認いただきたいということで,20で、20万。 265の内部統制不備のコミュニケーション、まあ、これもですねあの、よく出てるんです、最近ね。なので、えっとまあ、260よりは可能性は低いということで、丸にしています。315、これはあの改正されて非常に重要なところなんですが、ここの20丸の意味は、あの全部を読むというのは不可能です。 315は難しくて全部読めませんので、これはね、15は参照する可能性は高いですよ、ただ、あの読んどいてくださいっていう意味ではなくて、これはね、あのロングレトーレンとか、あのプレトーレンの中で出てきたところ、そして、まあ、もちろん講義で、ね、扱ったところに関して、えー、分かっていればいいよという意味ですが、出る可能性は高いという意味で20万です。あの読んどいてくださいということではないですね。 はいでえっと、330リスク対応手続き、まあ、これも本番あの事、事例問題が出たら、どっかしらで330引くことになると思うので、まあ、丸ということにしてます。えー、450の虚偽表示の評価、まあ、これも、ねえー、多くの試験で関連する、かあのえー、関連した内容が出ていますので、450も丸ということです。で、540会計帳の見積もり、まあ、これもです、ね、改正されて出てないので、2 0丸にしています。 570の継続企業、まあ、ここはあのその他の記載内容と合わせてだったら出るんじゃないかなということで、丸にしていますね。はいえっと、610の内部監査人の作業の理由は、これは試験委員の先生の著書というか論文で、このあたり出ているので、ここね、まあ、2 0と。で、700の監査報告の話、まあ、これはあの報告論が出たら必ず出ますんでね、そういう意味で2 0万と。 701のカムですね、主要な検討事項は、まあ、あの2年前かな、ズバッとね、えー、ど真ん中聞かれてますんで、まあ派生、派生した論点が出る可能性はまだあるかなというところです。で、705の除外事項は、700と関連して出る可能性があるので、丸ということですね。で、720、まあ、その他の記載内容、ここも丸にしたのは、まあ、あのその他の記載内容、改正されて、その後、出ていないので、丸ということにしています。 なので、えー、とこの、ね、換気法の中で、まあ、丸とか二重丸つけたら、出題可能性でつけてますが、特に、えー、先ほど、えー、申し上げましたが200、ねえー、200、240、2 4 0 260、ここに関しては、あ文章全体を読み,あの読み直していただくといいと思います。はいえー、そして、えーっと 監査基準の改定全文はじゃあどこを読めばいいのかっていうのが次のページにありまして、えー、次のページの改定全文はやっぱり平成14年はもうこれはね絶対ですね。 ここは絶対に何度か読んでおいていただきたいです。なので20万あと、まあ他にどこかというと17年、30年、令和2年ですが、その3つの中でどれが最も大事かというと、まあ令和2年でしょうけどね。まあ、ただ、14、17、30、令和2年、これは何度か読んでおいていただきたいと思います。はいえー、っと で最後に、ね、ここはまああの最近の形式とか回答上のポイントそして、答案構成とか、ね、時間配分を書いてありますので、まあ、ここは、ね、皆さんご自身で読んでいただいて、えー、参考にしていただきたいと思いますが、まあ、第1問、ね、理論問題第2問、事例問題という形式が多いですがあの先入観とらわれないで、ね、いきなり第1問で事例問題が出てもびっくりしないということ、まあ、特にそこが大事だと思います。あとと答答上のポイントは問われれるることに答えるもうこれににえつきますねあの 何か基準を書き写して論点がずれているということは一番避けなきゃいけないので必ず聞かれていることにまっすぐに答えようそれが多少、ね、文章がおかしかったとしても問われていることに答えようとしている答案っていうのはすぐ分かりますからその方が全然印象がいいです。 あとお、回答としてここですね白紙は絶対に避けてください。これ、私、あの試験、論文1年目で1回目見てますから、白紙は何あのどうやっても0点にしかならないので、1行でもいいからとにかく書く、ね、回答欄埋める必要なんて全くないので、ね、5行あるら回答欄を2行しか埋まらなくても、全然監査論は問題ないのでえ、そういった意味で白紙は絶対に避けてくださいということです。はい、じゃあ,あとまあこのの構成は、ね、人によって時間あの さまざまだと思いますが、まあ、問題文5から10分で読んで、答案構成20分から25分ぐらいかけて、ば、えーッとね30分、まあ、最低30分は取って、論述していただけばいいと思います。はいえー、すみません、じゃあ、監査論は、えー、とこのぐらいにしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ、カメラの方ですね、はい、オフにしていただいて。はい、えっ、ー、と、ちょっと遅れた方向けにですね、今、チャット ということで、えっと、またレジュメを、2つ PDF ですね、えー、レジュメチャットで貼りましたんで、遅れてきた方はこちらの方でダウンロードしていただければと思います。はい、では、続きまして、飯田先生よろしくお願いします。 はい。あ、草加先生、お疲れ様でございました。はい。えっ、ー、と、租税法のパートはですね、レック専任講師、飯田が担当いたします。よろしくお願いいたします。はい。えー、ではですね、皆さん、まずですね、公開模試の方、お疲れ様でございました。えー、いかがでしたでしょうかね。えー、特に初日、初日のですね、租税法の方、えー、どうでしたか はい。えっ、ー、と、まあ、一応、作文側としてはですね、えっ、ー、と、昨年の本試験ですね、令和4年のやはりね、水準ですね、このレベル間意識して出題をさせていただきました。 ですので、そんなにね、あの、難しくならないように、まあ、出題したつもりではあります。ただですね、えー、まあ、その中でもですね、ちょっとね、会計士試験のね、受講演生だとあんまり馴染みがないな、見たことがないな、というものもですね、えー、少し取り入れてみました、えー。実際の本試験ではですね、まあ、そのような問題。 取材されてますよね、えー。特に去年だとマンション管理組合のね、お話であるとか、あのー、個人の事業者が開業した時に消費税のみなし状とや、考えるのかとか、そんな話が出てました。 で、これはですね、実はですね、国税庁のホームページにですね、タックスアンサーとか、あの、質疑応答事例って言って、あのー、一般のね、納税者の方にこう説明するようなですね、えっ、ー、と、解説のページがあるんですけれども、そういうもので取り上げられたりしてたものっていうのが、まあ、いくつか取り上げられてたって感じなんですね。ですので、まあ、判例とかね、そういうのから出すのもあれなんだけど、まあ、引きにな例から出してきたなというのが、昨年。 にちょっと雰囲気があったな、という感じでした。ですので、まあ、今回のね、あの、公開模試でもね、取り上げさせていただいたんですけれども、まあ、そんな問題が出てもね、慌てないでください。ね、ね、落ち着いて、まあ、できる問題からやっていくっていう、まあ、まあ、試験の上道であり、王道ですよね。まあ、これは、ね、この考え方はですね、皆さん、まあ、ご理解いただけるかなと思います。で、まあ、とはいえ、まあ、公開模試できた、できない、 まあ、試験だとね、それぞれいろんな人がいるとは思います。ただまあ、残り1ヶ月という時間ですのでね、仕上がりに不安がある、ね、方もね、えー、多いと思いますよ、ね。それが受験生のね、まあ、気持ちでしょうからね。で、まだね、だから時間はね、確かにないんですけれども、やれることがないわけではないですよ。ね、ですからまあ、所税法に関しては、試験の振り返りの中でですね、まあ、2つちょっと意識えしていただきたい。 思いま,すまずね、一つ目はですね、まあ、ミスした品質問題、重要論点。これを抵抗入れしていきましょう。で、もう一つは、まあ、時間配分意識して、総合問題。解いてみてくださいという話です。で、まあ、当たり前のことといえば当たり前のことかもしれませんが、そこが難しい。で、ミスした品質問題やね、重要問題ね、ですが、特に計算ですよ。 ねえー、皆さんご存知の通りですね、法人税についてはいつも出るところ決まってますよね。山なんてないんです。もうね、ここ出ますよっていう感じのところですね。で、その中でミスすれば確実に他の受験生の方との差になっていくという方なので、それを税制しましょう。はい。で、レックには過去本にチャレンジという教材ございますよね。はい。ですから、その、まあ、 間違ったところっていうところですね。で、ランクが高いものっていうのを集中的に繰り返して短期、短時間でも正当できるように繰り返してやっちゃいましょう。で、こういうふうな、そうですね、租税法の場合はですね、まあ、つまみ食いみたいな形でですね、やってもやったところ点数になるという部分があります、えー。ですので、まあ、この段階ではね、深い理解は追い求めないで、もう答え覚えちゃうぐらい、 パターンを覚えちゃうぐらいでもいいと思いますが、まあ、そのような形で、あの、ミスした品質問題の手こ入れしてください。はい。で、あとはね、時間配分のお話ですけども、これが合否分けますよね。ええー、やはりね、まあ、総税法の試験、難易度安定してますから、だいたい総点ベースで言えば45点から50、50取れて言えば、人に遅れを取ることはないでしょう。で、そのイメージ感としては、 通常講義でも申し上げましたが、たいまあ、7割、全体の問題の7割を手をつけてもらいたい。で、そのうちの7割正解していれば70、70%の70%でだいたい50%。で、ちょっとね、試験のプレッシャーとかありますから、まあ、4、ね、ちょっと目減りして45としても、40から50に収まってくれれば、ね、もう勝負ができますからね。で、やはりね、インプット、 と中心のね、勉強になってしまうと、7割解けてないんですよね、そもそもね。で、まあ、そうすると成立率高めなきゃいけないからっていうことで一問にこだわっちゃうと。で、しかも法人税をやってるけども、他の税目不安がありますよという問題だとですね、えー、やはり法人税の B ランクや C 問題にチャレンジしていっちゃって、じゃあ、所得や法人の、あ、所得やね、商品の A ランクの問題ね、 ってつけませんでしたって言って帰ってきちゃうってことがありますよね。ただ、租税法の問題、年々ちょっとずつ簡単になったり、問題が少なくなってきているので、法人税だけやって、消費税やりましたって受かってる人いますよ。いたけど、これ、この考え方正解なのかなやっぱり消費や所得の A ランクの問題取ってないと、 と、痛手になるかもしれないなっていうのは頭の片隅に置いといてください。で、まあ、あとは時間の目のですね、えー、理論40分ぐらい、計算80分ぐらいかな。それでまあ、プラスマイナス5分ぐらいのところで収めていただくよう、やっていただきたいというところですね。で、そこで目安になるものとしてですね、えー、と、画面共有しますが、ちょっと待ってくださいね。えー、よいしょ。 はい。今、ちょ、ごめんなさいね。共有画面を、えー、ですね。ちょっと待ってくださいね。えー、今、出しますね。と、よいしょ。ごめんなさい。はい。えー、最初のところですね。これ、7月に、す、え、で、ー、にね、東先生がちょっと解説した、えー、出題と傾向と予想になりますね。えー、計算のところ、黒丸ついてるところですね。まあ、えー、品質論点という形になりますので、えー、今言ったところですね。えー、と、ごめんなさい。 うんと、画面がちょっとおかしいかな。はい、えっ、ー、と、意識してやっていただきたいと思います。はい、よろしいでしょうかね。はい、えっ、ー、とですね、ちょっと画面戻りますが、共有解除しますね。あ、ごめんなさい。すいません、ちょっと画面どうでしょうか見えていらっしゃいますかあ<ー>、か見えてないですね。見えてないですか <laughs> 画面共有。あれ、なんでだろう。なんでだろうな。ちょっと待ってください。復旧いたします。 ではですね。どうでしょうこの画面だと見えますか大丈夫ですかあ、見えてます。あ、見えます。あごめんなさい。じゃあ、ちょっとすいません。内訳そっちがいますが、ちょっとこちらの画面で行っていきましょう。はい。で、今、お話とか、した話なんで、文脈で言とですね、じゃあ、理論はどうするんですかっていう話になりますよね。 はい。で、今日はですね、えー、残りのお時間でですね、まあ理論のね、まあちょっと重要度ってちょっと駆け足になりますけどね、確認をどんどんしていきたいと思います。はい。じゃあですね、ちょっとこれ画面で見ていきましょう。まあレジュメと一緒です。はい。で、直前管理用の理論リストというものを作成いたしました。S ランクから B ランクというものです。はい。で、まずですね、条文の基本として S ランクのね、この理論確認しておいてください。まあ通則規定になりますので、いろんなところで使えます。困った時に立ち向かる条文だと思ってください。 はい、あとはですね、えー、次のランク、A ランク、重要な規定、通則規定じゃないんですけども、重要なものとなります。はい、まあ、えー、よく問われる品質問題ですので、えー、しっかり中身ですね、えーと、制度が求められるものだとご理解ください。 はい。あと残りのものはですね、B ランクとさせていただきましたが、まあ、ラフに抑えてもいいんじゃないかなと。はい。制、えー、度の立て付け、これが説明できるように、というレベル感でいいかなと思います。はい。あとはですね、えー、よくですね、えっ、ー、とー、理論のね、回答の中ではですね、定義規定に言及することがあります。二条の規定もですね、さらっと読んどいてもらって、えー 当日、試験当日引き出して、えー、もらえるように期待しております。はい。あとはですね、えー、格論でボン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 言ってしまいます。はい。まずですね、一、えー、つ目、法人税の納税義務と課税所得の範囲。 で、これはですね、出題予測、私としては、まあ、三角印とさせていただきました。ただし、傾向としてはね、ここ2年、ね、納税義務者とですね、えー、課税所得の範囲意識した問題の出題が続いております。はい、えー、令和3年公益法人、あとは、よければ4年法人化、えー、課税新託、えー、人格のない社団とか出てますけれども、はい、25年で公益法人出たりね、えー、まあ、 あの、28年の個人活動新宅が出てるっていうわけですね。ある程度、まあ、過去もにできたもの、ね、切り口がいて出してるというところですので、まあ、外国法人出てもおかしくないかなという雰囲気はね、ちょっとありますよね。 はい。まあ、押さえられたら押さえていきましょう。はい。で、次いきます。はい。駅の学法人税22条関係になります。予測としては丸印、理論の品質問題です。まあ、無償と定額上とマークしてください。えー、過去問の実績真ん中にありますけれども、まあ、無償、贈与、定額上とずらっと出てきておりますので、去年出てきたから今年マークして、しなくていいよいいだろうっていう雰囲気はないですよね。 で、さらに、えー、もうちょっと言うと、単独の問題じゃなくて、収益と原価。で、これの対応の中で答えましょう。って言って、22条を書くの、ね駅の額書く。あるいは、原則書いて別段定め書く。という形で、22条の言及ある可能性もありますしね。で、さらに、22条の2。まあ、これについてもですね、回答のスペースがあったら、ま積極的に書いていきましょう。で、もちろん、22条自体が問われることがありますからね。 で、その中でも、形状時期に着目してるんだったら1、1項2項3項書いていく。まあ、無償とかそういうもの聞いてんだったらね、金額の話、4項書いていくという話になります。はい。じゃあ、どんどん行きますね。はい。次、損金の額22条の関係ですけども、まあ、これ三角印かなと。案外出てなかったりします。はい、えー。原価の額、第1号が原価の額として、第2号が費用の額として、第3号が損失の額として、損金に関係したもの。 ということで、合数まで書いていくというものになります。ただ、回答パターンとしてはこういうのが多いかな。まずね、えー、その取引の立て付けで、益金の額、自家上渡ですよと言って、22条の2合格。で、それに対応する原価の額ですよと言って、第三項第3項第1項を書く。格。で、自家と対価の差額があったとき、じゃあこれ何なの税務的にはって言ったときに、あ、この経済的利益は実績に、 九百円九百だねって言ったら、三十四条の四項を言及していきます。あとは、これ寄付金だねって言ったらですね、七項とか八項を書いていって、じゃあって言って取扱いを書いていく。三十四条の一号二号三号とかね、三十七条一号とか書いていくという感じです。はい。あと、浄土損益、グループ内損、ね、の取引であるならば、課税繰り延べという話になります。浄土損益調整資産書いていく。このような立て付けの中で、一、ね、価を言及していくということもございます。よろしいですか はい。では、次行きます。その他の駅金関係はどうでしょうかって言ったら、私三角を印とさせていただきました。はい。えー、税制改正論点があるんですよね。だから、23条、24条あたりは、 出てもいいかなというところですね。まあ、ばーっと見てると外国関係が出てますけども、関連法人株式ですね。令和2年改正で、えー、令和4年4月1日開始事業年度からというもの。あとはね、みなし配当の改正ありましたよね。えー、最高裁の判決を受けて、えー、ちょっと今後配当というものがありまして、えー、資本の払い戻し、これが変わっております。ですので、話題性という面では出てもおかしくない。で、みなし配当出てきてないですよね。はい。まあ、ちょっとね、えー、マークしたいかな。 とというとこででグレートも出しておりますはい。では次行きましょう。はい。役員給与株式報酬ですね。えー、役員給与20丸株式報酬三角とさせていただきました。えー、5年連続取材中なので、まあ、ちょっとね、えー、外せないなって感じですね。えー、不相当に高額や兼務役員退職金マークしたいなと思います。えー、でね、これもね、 ね、去年ね、上等制限出たでしょで、令和元年出てるんですよね。令和3年、ね、仮想刑で平成24年に出てたりしてるから、案外繰り返して出るかなというところになりますね。副総統に高額は刑務役に退職金など過去に出てるものをマークしといてもらえればと思います。はい。 よろしいでしょうか。はい。あとは寄付金不正行為ですね。どんどん行っちゃいますね。はい。えー、寄付金丸の不正行為三角とさせていただきました。で、寄付金なんですけども、これはですね、定額上等などから、さっき申し上げた22条に絡んで出してくるということで、計算で聞きたいことと理論で聞きたいこと、寄付金がちょっと違います。はい。えー、グループね、えー、法人のね、寄付金がありますので、その分野も確認していくことということです。で、 まあ、いつものとしちゃったらね、本当五55条ってね、ね、えー、草加先生も言ってましたけど、不正の論点っていうのはね、会計士さんにやっぱりね、必要な論点ですよね。それに関わる税務っていうのは、ご法人五55条ですよね、うん。失礼しました。ただ、ちょっとね、不足、適用時期考えると出しづらいとも思えるところでもあるんです。で、確かに、改正が入って皆さんの手元にある、 法令基準集というのは令和5年1月1日施行なんですけれども、実はその適用時期がいつかっていうのが、条文の後ろに法不足っていうのがつくんですよ。 それを見ると、実はね、えー、新法人税55条3条の規定は、令和5年1月1日、ちょっと私消えますね、ここね。はい。えっ、ー、と、えー、1月1日に開始する事業年度からってことなので、ただ皆さん試験に出るのは、<laughs> いい問題、4月1日開始事業年度ですよね、4年のね。だから、あーって思いますけども、ただ、ちょっとリアルな世界を置いといて、試験ですから、もう書いてる条文で従って出てきちゃったら、 解説ということでお願いいたします。そ,、えー、その場で、ま、迷って,ても時間の無駄ですからね。はい。あとグループ法人税、1020としました。はい。えー、制度創設以来出題が続いていましたが、ここ3年出てないという意味で出てもおかしくないかなと思います。平成22年に制度解説して、23,26,27,29、令和元年と出てまいりました。 はい。もうちょっと出てないの不安になりますよね。はい。ちょっとマークしておいてください。はい。あとはね、組織再編税制も丸印。ただ、出題されたのは、 あの、予備校が教える典型的なパターンです。えー、立て付けを聞いているということですので、難しいことを考えないでください。えー、しかも当事者の中で上渡法人側がよく出るという話ですね。ですので、回答パターン決まってます。まず、組織再編の類書類がどうなのか、取り扱いがどうなのかという話です。えー、本、例えば問題で与えられた本門の組織再編成は、的確〇〇に該当します。 法人税法で2条ですね。該当する該当ない。で、取扱い62条形です。はい、適格だったら母下引き継ぎ母下上と非適格だったら自家上と。ただし、言い回し注意してくださいね。合併と分割型分割は母下を引き継いだものとしてという条文上の表現。その他母下で上としたという表現です。租税法という法律の試験ですから、条文の言い回しも尊重するとよりいい感じの答案になると思います。 はい。次、圧縮基調評価損ですね。三角三角としました。はい。サイクル的に圧縮基調は出てもおかしくないですよね。えー、ただし、まあ、措置法のもの、収容とか買い替えがでないので、まあ、保険金、国宝、補助金、効果に絞っていいでしょう。で、もともと保険、あの、圧縮基調というのは特定の利益があって、 で、それに課税させないために課税の繰り読み策がある話ですから、測定の利益についてですね、22条補助金収入とか、まあ、駅の額を言うと。で、これに相当するものですかね、圧縮限度額について一定の経理したものは、損金の額に参入するという、ベ、うんえーー定めとしての42条、47条、50条を返していく。よしですかね。 はい。あと、評価損関係。これは、会計と税務のコントラストがね、出やすい論点だから、本当はね、もっと出るんじゃないかなと思ったけど、案外出てなかったりします。それに、令和3年で計算と理論って出てますので、まあ、外せないけど、どうかなというところではあります。 よろしいでしょうかね。はい。あと、クリの上で、クりコし欠損金ですね。これは予測としては丸。えー、実務で重要な割には出題されていないんです。ただですね、長い条文で重要です。あいや、いや、難しい条文ですので、計算知識で書くしかないでしょう。で、あとね、えっ、ー、と、あの試験会場で読んでどうにかなろうっていう話ではないので、もう整理、これ,のこれが出たら、こういう文章書くっていうのを持っていくというのが、まあ、いいやり方かな、と思います。 はい、あとはその他についてはですね、えー、計算知識を援用して条文番号を頑張って見つけて聞きましょう。はい。で、永、え、長、ー、全体のまとめとしての、ね、ーページですね、レジュメにも入れてますので、見といてください。 はい。あとはですね、所得税ですね。はい。まあ、こちらですね、収入についてはですね、計算の知識で対応、特例はね、マーク薄くなりがちですからね、ちょっとわからなそうだなここに書いてあるかなっていうね、目安つけといてください。去年出てますからね、債務免除のね、話。はい。で、必要経費。 これもね、まあ、特例、特に特例がですね、取得税で特徴的な論点あります。45条、家事関連費。まあ、これ55条的なね、法人税というところの55条論点もあるから、合数まで書きましょう。はい。あとはですね、親族から、えー、授業を受ける対価。法人税にはなくて法、法人、法、えー、取得税固有の論点ですからね。はい。あとはね、えっ、ー、と、取得費と資産損失。資産損失は去年出たからね、と思いますが、取得費はもうそろそろなんか出てもおかしくない。 はい、あと続きます、えー。各種所得の金額関係ね、えー、給与と退職が出題されやすい感じです。はい、で、ただね、所得該当性についてはですね、法令以外の規範、判例とかがね、えー、本当は必要なものだと、だだ近年出題少ないかなと感じます。 はい、あとはですね、上等取得の特例、これはですね、令和一年、2年、3年で出てました。えーねあのー、出る、出ない、かかわらず、やっぱり59条、60条は試験会場、ね、持ってってください。はい、あとはですね、9条、非課税、たまに出てきます。9条出てきてね、何も書いてないというのはもったいないですから、ね、9条探しに行ってくださいはい。 あとはですね、えっ、ー、と、居住者とね源泉税とかね、その他の論点ね、えー、ちょっとここら辺もですね、まあ、見配りできると良いかなと思います。はい。 あとはまとめページ見ていただいて、はい、あとですね、さらっと消費税見ていきましょう。はい、えー、課税の対象ですね。はい、こちら28年までは中心的な論点でした。令和4年もね、久々に出題されてますので対応できるようにしてくださいというところ。4条や2条、7条とかね、あとは課税者の譲渡と非課税周りですね。 はい。で、あと、課税標準は去年、みなし状と出ましたけども、いろんな切り口で問われます。はい。あとはね、ここです。納税義務で、ね、リバースチャージーが平成27年に登場して以降は、平成29年以降、出題が中心となっておりますので、まだ出てきてない論点ですね、いろいろございますので、えー、マークしていってもらえたらと思います。はい。よろしいでしょうか。えっ、ー、と、すいません。ちょっとね、画面が戻ってますでしょうか。どうでしょうか。 はい。画面が戻りましたね。今、<あ>飯田先生だけ映ってる感じです。あ、そうですか。はい。<あ>すいません。はい。最後、駆け足になりましたがですね。えっ、ー、とですね。あの、まだね、えー、やれる時間少ないんですけども、ね、やれることを絞っていってですね、えー、ぜひ合格を勝ち取ってください。駆け足になって申し訳ございません。はい。ではですね、えっ、ー、と、次は管理会計ですかね。二宮先生ですかね。うん、よろしくお願いいたします。はい。失礼いたします。ありがとうございます。 では次ですね、えー。管理会計の二宮先生お願いします。はい。もう大丈夫ですかね。大丈夫です。はいはい、えー。それでは、えー、こちらですね出題予想会の管理会計と経営学の方を始めていきたいと思います。えー、担当アレクセン日高氏二宮です。よろしくお願いします。 はいえっとまあ管理とまあ計画と連続で進めていきたいなと思うんですけどもまあ、とりあえず管理会計の方から始めていこうかと思いますでまあ管理についてはねなかなかその特定のこの分野がま出るというその予想が当たったからといって。 まあその問題が解ける解けないっていうのはまたね、かなり別次元の問題にはなってくるので、まあ、その他の科目に比べてみると、その出題予想をして、まあ、そこをピンポイントで当てて、まあ、得点に寄与できる部分っていうところがちょっと限定されるのかなというふうには思うんですけども、まあ、ちょっと今からこの時間の中で、まあ、過去の取材傾向であったり、まあ、今後その各分野ごとの勉強していく中での心積もり的なところですね、お伝えできればなというふうには思います。 でちょっと画面の方を共有していきたいと思いますが、はい。まあ、こちらのレジュメですね。まあ、お手元にご用意いただきまして、でまあ、管理会計の過去の分野ごとの出題実績と出題予想というところをね、まあ、こちらに掲載しております。で、まずまあ順番にちょっと分野ごとに日目別計算の方から見ていこうかなと思うんですけども、まあ、こちらについては、あのー まあかなりね、その濃厚な非目別計算の問題っていうのを、まあ、普段当連とかではね、あのー、皆さん解かれているのかなというふうには思うんですけども、まあ、実際に本試験においてね、すごい難しい非目別計算の問題が、まあ、総合問題形式で出てきたっていうのは、まあ、かなり遡らないとね、出ていないっていうところになりますので、まあ、そんなにメインで問われるようなところではないという認識でいいのかなとは思います。 ただまあ他の原価計算とね、あの、製品別計算とつなげて、非目別計算っていうところを前提知識として問うてくるっていう、まあそういった問い方はね、一般的に行われますんで、どちらかというとサブ的な位置づけのテーマにはなってくるかなと思います。まあ個別原価計算とかね、問うときに、 まあ直接材料費の計算とかっていうのを事前に行わないとね、まあ各差し所ごとに直下することっていうのはできないわけですから、まあ個別の前提として非目別計算っていうのを通ったり、あるいは総合原価計算を前提として非目別計算を通ってくるっていう、まあその辺のね、一連の流れを通ってくるという、まあ一部、計算の一部として問われるっていうのが一般的な出題の仕方ではあります。だからまあ過度にね、計算については、 あの恐れななくてもいいのかなと結構担当の時から非目別計算については苦手意識持たれている方は多いとは思うんですけども、まあ、計算のメインの,、ね、あの題材として出されるところではないという認識でいいかと思います。まあ、とはいえその理論としては、ね、あのかなり典型的なものが出てくる、まあ、そういった側面が強い分野でもあるので、まあ、現場対応的なものはほとんど出てこないところになりますから。 あの典型的な理論というところも問題集で見たような理論問題というのがそっくりそのまま出てくるというところでもありますのでここはねしっかりと理論対策っていうのをやっておく必要性がありますね、まあ、かなり典型的な理論が多い分野にもなりますよねでなおかつ、まあ、一番初めに学習する分野でもあるのでわり、まあ、とあの受験生間で高いレベルの戦いっていうのが要求されるところでもありますので あの、かなり正確な回答っていうのが求められてくると、まあそういう認識で見ていただければなと思います。で、ここはもうはっきり言ってね、あの、かなり覚えておかなきゃいけないところかなと思います。まあ現場である程度その自分の理解に基づいて自分の言葉で表現していくっていう方もできる、できる方もいらっしゃるとは思うんですけども、まあそれやってるとどうしてもね、あの回答の精度も覚えてる方に比べると落ちますし、あの、それよりも時間がやっぱりかかってしまうってところがありますので、 まあこの典型的な理論の吐き出しを行ってそこで安定した得点を取って、まあ、回答のリズムを作っていくっていうのが重要な意味を持ってきますんでねもう典型度 A のものについてはしっかりとこの分野については、まあ、目を通していただきたいところかなと思いますねねななるべく1回ぐらいいはは、ね、典型的な理論についてて、まあ、問題見てそれを読んでね。 あの内容的にその分かってるなっていうのを確認するだけではなくて、まあ、実際に手を動かして書いてみるっていう作業はちょっとやってみてもいいのかなとは思います。まあ、これは計算に関しても言えることではあるんですけども、直前期っていうのはある程度、そのあたりの、ね、手を動かす作業っていうのはちょっと入れてあげた方がね、あのより実践感覚っていうところをまあ事前にあの培う上では、ね、望ましいのかなと思いますんで。 まあ分かってるつもりなんだけども、意外とまあいざ書けって言われると書けないとかっていうこともありえるんでね、まあ、実際にちゃんと書けるかどうかっていうのはね、まあ、ちょっとそこは時間かかるところではあるんですけども、一、まあ、回はやってみていただきたいところかなとは思いますね、はい。で、次の部門別計算ですね、見ていきたいと思いますけど、まあ、ここもあんまりメインで問われるところでは基本的にはないと。 目、部門、そしてまあ個別とか総合とかっていう形でね、まあ、一連のそういった計算の流れを通ってくるっていう形式の方が多いのかなというふうには思うんですが、まあ、総合問題丸々1問、ね、部門別計算が問われたのは、まあ、令和2年であのそういった問題は出されていましたね。まあ、補助部門費の配布と責任会計という、もう論文の受験生まで至ればね、あのー、まあかなりの制度でそのあたりの、ねまあ、計算であったり理論についても回答できる受験生の方、多いのかなというふうには思うんですけども。 ただ、はっきりとね、あのその辺りの典型的な理論とかを覚えている人、覚えていない人で明、明暗を分かれるところでもありますんでね、ここはもう事前の対策でも得点が決まってくるようなところになりますから、まあ、しっかりとね、あの自分の中で不透明なところがないように、あの受験に臨んではね、受験にあたっては、しっかりと仕上げていっていただければなというふうには思います。はいまあ、とはいえ本当に、 ここはそんなに計算のテーマとしてもねあの、初めの学習の敷居は高いところではありますけども、まあ、慣れてくればもうパターン学習が効く部分ではありますんでね、まあ、そんなに何かアクロバティックな出し方っていうのがあの出てこないね、そういう分野でもありますんでね、大体当連の問題と似たり寄ったりな問題が出てくるという、そういった認識で見ていただいていいかと思いますから、まあ、むしろ出てくればね、まあ、ラッキーと考えてもらってもいいのかなとは思います。 ここはそのね、理論としても覚えることもそう多くはないですし、まあ、計算もね、ある程度演習積んでいる方であればね、まあ、問題なく高い精度で回答を望めるでしょうから、まあ、得点源にしていただきたいところではありますね。はい。で、次の、まあ、個別原価計算ですね。まあ、これね、あの、最近の試験だと、まあ、あまりがっつりと出てないってところでもありますので、またまあ、そろそろ出てきてもおかしくないかなと思います。 まあ、とはいえ、個別原価計算っていうのは、それ単体ではね、別に難易度が高いっていう話でもないんでね。まあ、その一連の流れを問う中で個別原価計算が問われるんで、まあ、ちょっと回答としてはね、あの、なかなか正解に結びつきづらいっていう部分はあるのかなと思いますけど、個別原価計算自体は単に差し所ごとに原価を集計するだけですから、まあ、何か複雑な手続きが要求されるようなテーマではないですね。 でただ、これ、直近の、ね、担当の試験とかでも出ていたわけですけど、作業くズの会計処理についてはね、まあ、これはしっかりと、まあ、原価計算基準も含めて見ておいた方がいいかなというふうに思います。まあ、作業くズの会計処理、軽微な作業くズの会計処理、そういう計算においてどういうふうに、ね、やっていけばいいのかっていうところが、まあ、意外と分かってない受験生の方もいるのかなというふうに思いますんで。 まあ特にその5月担当の合格者の方とかであればね、まあ、原価計算基準の学習っていうのをしっかりとこれまでやられてきているので、まだね、記憶にあのしっかりと残っている方が多いのかなというふうに思うんですけど、まあ、その12月担当の合格者であったり、可燃度の受験生の方ですね。まあ、この方々っていうのは、あんまりその基準自体に触れる機会っていうところがまあなかったというところがあるかと思いますんで、 できれば本試験までにはね、1回ぐらいは原価計算基準っていうのは、まあ、目を通していただければなとは思います。まあ、実際に論文の試験でも原価計算基準の穴埋めみたいなものっていうのが出てきた年もありますから、まあ、基準のそういった表現とかっていうのをね、まあ、今一度見直すっていう作業はしておいていただいてもいいのかなというふうには思いますね。ですので、まあ、本当に本試験1週間ぐらい前で結構ですんでね。 まあ担当対策時に使ったテキストなんかを引っ張り出してきて、まあ、この作業区の会計処理もそうなんですけども、まあ、これも含めてまあ全体的にね、まあ、基準の内容っていうのを一通り確認するっていう作業は、一度はやっていただきたいかなというところではありますね。はい、で、次の4番の製造間接費会計、ここはもう計算では別に何かね、まあ、問題とするところはないかとは思うんですけども、まあ、こういったまあ固定予算とか公式を変動予算なんかを用いた再分析っていうのがよく出てると。はい このあたりの計算ができないって受験生の方もいらっしゃらないかなと思いますんで大丈夫かと思いますけど、まあ、この辺はねやっぱり理論で結構差がつきやすいところかなとは思いますね意外とその固定予算の問題点とかを書きなさいって言った時に、あに、のー、表現が結構難しいところでもあるので、まあ、なかなか自分の表現でね正確な回答っていうのを導いていくっていうのが厳しいテーマでもありますから、まあ、ここも非目別計算のときと同様にある程度ね もう回答を覚えるっってていいいいいう作業はやっておいた方がいいのかなと思います、まあ、固定予算の問題点であったり公式応変予算の限界とかっていうのは典型度も高いテーマになりますから、まあ、出てきたときにまあ合格者のまあ大多数とは言いませんけど、まあ、半数以上の方っていうのは割と正確な回答を書いてくるかなというふうには思いますんでね、まあ、そこはしっかりとね、まあ、覚えるっていう作業、まあ、労力をねあの厭わずに取り組んでいただきたいかなというところではありますね。はい まあそんなに覚えるって言っても量はありませんのでね、あのー、そこまでの負担にはならないかと思いますけども、あの典型度の高いところはやはりね、見直しはしてもらいたいところではあります。で、次の5番の総合原価計算。まあ、これ本当によく出てるテーマになりますね。非常によく出てると。で、まあ、いろんな論点が含まれてるところでもありますんで、まあ、今年の試験においてもね、まあ、出てくる可能性がまあ結構高いかなというところです。 まあ特に連算品の計算ですかね、まあ、ここがね、そんなに過去の試験においては出題実績がないと、あのまあ、連算品の計算がいわゆる網掛け分野に含まれたのっていうのは、割と最近なことでもありますんでね、まだそういった過去における出題実績が、まあ、多分にあるところではありませんので、まあ、今後、どんどん出題が増えてくるだろうと。 で、まだ令和に入ってからはね、問われていないっていうところでもありますんで、まあ、そろそろ本格的に出てきてもおかしくないかなと思います。で、まあ、連算品の計算が問われた場合っていうのは、その場合、業務的意思決定においてね、まあ、その追加加工の意思決定とかもセットで問われる可能性がありますんで、まあ、業務的意思決定、まあ、その周りのね、理論っていうのも確認しておく必要性がありますね。はい。まあ、一応、今回のね、今年の登レの中でも、連算品の計算については、 割と総合問題で難しめのもの、本当に復習教材として使っていただけるようなあの、まあ、知識を確認するための問題というのを出題しておりますので、まあ、今年の当連の見直しというのをしておいていただければ、まあ、計算対策には十分なるかなと思いますので、そちらのご確認の方ね、を、まあ、お願いいたします。はい、で、次に今度、標準原価計算ですけども、まあ、これはもう言わずと知れた、まあ、ほぼ毎年出てくるところとなりますので、 まあ今年の試験においても出てくる可能性はかなり高いかなと思います。で、まあ、標準原価計算について、まあ、どういう認識を持たれているのか、かなり人によってね、個人差はあるところなのかなというふうに思うんですけども、まあ、とはいえね、標準原価計算自体は、あんまり難しい問題っていうのは、実際に本試験では出されないんですよ。まあ、特にここ最近の試験っていうのは、あの計算問題で、これはもう手も足も出ないなみたいな問題っていうのは、ほぼ出てないというところですんで、 まあ割とまあ点取り問題が出てくる、そういったね、あの、傾向が強い分野かなというふうには思います。だから漠然とね、苦手意識を持たれている方とかもいらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、そういった方はね、割とここ最近の本試験の問題とかっていうのを見ていただいてね、まあそういう感覚っていうのを払拭しておいていただくとよろしいのかなと思いますね。 実際の本試験は本当に計算にあまり手数はかからないと、去年の試験とかもそうですけども、計算箇所っていうのが本当に少なくて、どっちかっていうと理論のね、まあ、非常が多かった分野なんですけども、まあ、その理論の回答の精度でまあ差がついてくるっていう、まあ、そういう分野なのかなというふうには思います。はいまあ、計算は本当に、ね、しっかり対策取れば、まあ、点が取りやすい分野でもありますんでね。 まあここ今ね、今の段階、苦手意識に何か持たれている方なんかは、まあ、残りの時間でしっかりと得意だというふうに思えるようになるまでね、あの確認の方を進めていただければなとは思いますね、はい、で次の7番の直接原価計算とあと、まあ、短期利益計画の策定についてのお話ですけども、まあ、この短期利益計画のための管理会計っていうのは、まあ、これも大問〇〇一問っていう形で出ることはあまりね、あの多くはないと。 まあ基本的には総合問題の設問の一つとして CVP 分析なんかが問われると、まあ、そういうまあ傾向が強い分野になってくるので、あのまあそんなにね、背の,の比重としては重たくはならないというところではあります。 でなおかつ、まあ、説問の1番とか2番とかで問われるところなので、ここはまあ、そんなにね、あの、担当の時みたいに回答を出すのが難しいっていう問題は出てきませんから、まあ、割と、まあ、点は取りやすい問題が多いかなというふうには思います。はい。 まあ計算に時間もさほどかからないというところがありますんで、あの、漠然とね、ここも苦手意識を持たれている方いらっしゃるかと思いますけども、まあ、本試験では心配されなくてもね、あの、設問の初めの方で登場するところでもありますので、まあ、あまり難しいものは出てこないと、まあ、考えてもらっていいかと思います。まあ、ここはそんなに大きく時間を割かなくてもね、基本的な計算ができていればもう十分かと思いますね。まあ、理論についてもそんなに覚えることっていうのがないところでもありますので、 あのもう軽く見るぐらいでも全然いいのかなと、まあ、相対的に他の分野に比べると、まあ、ちょっと理論の重要性っていうところは低いところと考えてもらってもいいかとは思いますね。はい、で、次の8番の予算管理ですね。まあ、これ、令和2年にね、まあ割とがっつりと出されているというところではあるんですけども、まあ、貯金2回ではね、まあ、出てないというところで、またまあ、そろそろ出てきてもおかしくないかなってところではありますね。 でまあ、令和2年の出された問題っていうのは、まあ、推定問題でね、なかなかまあいやらしい問題と言いますか、まあ、ご存知の方もいらっしゃるのかなとは思うんですけども、一、まあ、箇所回答ができないと、それが連鎖的に間違いにつながっていくっていうね、そういった仕様の問題で、まあ、かなりできる受験生とできない受験生でまあ差がついたと言いますか、まあ、むしろできる受験生が本当にごくごく一部っていう感じだったんですけども。 まあ大半の受験生がほとんど点取れないみたいなね、まあ、そういう難問が出題されたっていうのが、まあ、令和2年の試験の内容だったと。で、この分野については、まあ、出てくるときにやっぱり計算に基本的に比重が置かれるのかなというふうには思いますので、まあ、予算編成の問題とかもそうですけども、やっぱりまあ計算の回答箇所っていうのがどうしても多くなるというところで、まあ、受験生間でかなり得点差が生まれるところではあるのかなと。 なかなか事前にね、これやっとけばいいですよっていうところが申し上げることが難しい分野ではあるので、まあ現場で対応せざるを得ない要素っていうのが多分に出てくるというところなんですけども。 まあ、あの、一応ね、こういった予算編成の問題とかも今まではあの見たこともあるかと思いますんで、当連であったりだとかね、あの、問題集とかでも、あの、少しは問題としては掲載されておりますので、一応、まあ、出るかもしれないっていう想定のもとね、あの、まあ、対策は取ってもらいたいところではあるんですが、まあ、そんなに、まあ、大きな時間は割く必要性はないと、まあ、そう思っていただいていいかと思います。はい。ただ、まあ、この予算実績再分析とかはね、あのー、 推定系の問題だと、ね、どうしても難しく作ることはできるんですけども、まあ、そうでない場合っていうのは、標準原価計算の再分析と同様に、あの割と関東も狙えるような問題が出てくる可能性もありますんでね、まあ、基本的な計算っていうのは当然ではありますけども、まあ、対策としては取っていただきたいところではありますね。はい、で、次の9番の資金管理なんですけども、まあ、これが割と全受験生、悩みの種だとは思うんですけども、 まあどういう形で出るか全く予想がつかないところではあるんですよね。で、出てくるときにどうしても現場対応的な要素が多分に含まれてくる分野になりますんで、まあ、最悪計算で全滅する可能性っていうのがまあ大いに考えられると、まあ、そんなもので出すなよって話ではあるんですけども、まあ、それぐらいちょっと読み取りの難度が高い問題が出てくる可能性が高い、まあ、そういうテーマなのかなというふうには思います。 でまあ、受験対策として最低限やっていただきたいことは、やっぱりこのキャッシュサイクルの計算、まあ、昨年度も、ね、キャッシュサイクル絡みの話っていうのが問われていたんですけど、その回転率や回転期間の計算っていうのをしっかりと行ったでまで、まあ、キャッシュサイクルやオペレーティングサイクルなんかの計算を確実なものにしておくっていうのが重要かなと。であとは、資金計算書ですね。これ、過去の本試験でもこれ、資金計算書を作らせる問題っていうのが出てるわけですけども、 まあ特に資金運用表なんか過去2回出てますからね、まあ、ここなんかはまたどっかのタイミングで出てきてもおかしくないかなとは思いますんで、まあ、資金計算書っていうのはああの、特に資金運用表の作成なんかは、あのまあ、形もね、問題によって違いますけども、一応問題集の問題なんかを使いながら、まあ、どういう作りになっているのかっていうのをね、まあ、概要は把握しておくっていうのは、まあ、事前の作業としてはやっていただきたいところになります。 ただもうそれ以上はね、あんまり追求しなくても正直いいかなと思います。まあ運転資金の計算とかっていうのもね、様々な出し方がありますし、あの資金予算の編成系の問題とかもね、様々な出し方あるんですけども、まあこれも事前に見たものが出る可能性の方がかなり低い分野になってくるので、もう時間のない方っていうのは、もう計算対策としてもそこまで時間は取らなくてもいいのかなと。 最悪このキャッシュサイクルの計算と資金計算書の概要だけ知っておくっていう、まあ、それでもう、本試験ね、臨んでいただいていいのかなとは思います。はいまあ、資金予算の編成問題出るかもしれないんですけども、まあ、その場合っていうのは、もう現場でね、何か拾えるものがないかちょっと考えてもらってね、まあ、それでもうどうにもならないんだったら、もうそれはしょうがないことなんで、まあ、事前の対策をやってたからといって、それができるっていうものでも基本的にないでしょうからね。なので、ここはもうあまりね、あの気にせずに。 まあ出たらしょうがないというぐらいの割り切った、ね、あの認識で見ていただいた方うが健全なのかなとは思います。で、次の10番、まあ計画あ、グループ K と文献画組織の管理会計という上計画チックな内容が、ね、問われるところではありますけども、まあ、この分野はもう過去における実績もまあ十分というところで、非常にあの頻度が高く出されているところでもあります。こ、まあ、今年の試験においても出る可能性っていうのは十分あるかなと思いますね。 まあ昨年度はね、まあ、この企業価値評価の内容っていうのがね、一部問われていたというところで、まあ、この企業価値評価とかっていうのが、相、ま、互、あ、問題、丸々1問出てきたのが平成19年の問題だったわけですけれども、またまあ、そういった問題とかも出てくる可能性っていうのは十分考えられるかなとは思います。で、それ以外はね、別に何か構造的に難しいって話ではないので、 どちらかというと、その計算にあたっての理論的な背景分かっているかどうかっていうのが重要なポイントになってくるところなのかなと思いますんでね。もうこの ROI とか RI の算定とか、まあ、EVA の計算とかもそうですし、まあ、内部振り替え科学の計算とかについても、これ別に計算自体が難しいわけではないんですよね。まあ、その計算の背景にある理論的な考え方とかっていうところがちょっと苦手意識を持たれている方が、まあ、多いところなのかなというふうには思うんですけども、 まあ、典型度が高いところなんでね、ここはしっかりと理論問題集の見直しっていうのをしてもらいたいところではあります。はい。あとは、企業価値評価についてはね、まあ、総合問題、〇〇一問出る可能性がありますので、まあ、計画選択の方はね、あの、そこまで 心配されなくても大丈夫なのかなとは思いますけど、まあ、計画以外の,、ね、あの選択の方については、またそういった担当対策時に使っていた問題集における企業価値評価の問題なんかは、しっかりと見直しをしておいていただければなと思いますね。はい、であとは、ちょっと個人的には、このアメーバ経営っていうのはね、まあ、ちょっと見といていただいた方がいいのかなとは思ってはおります。まあ、というのも、直近の担当式の試験でね、 あの選択肢の一つとしてアメーバ経営の内容っていうのが問われていたので、まあ、担当で問われたから論文で問われるかっていうと、まあ、別にそういうわけでもないんですけども、ただまあ、出てくる可能性っていうのは、ちょっと相対的に上がるのかなというふうには思いますんでね、まあ、場合によってはアメーバ経営でね、総合問題で、計算丸々一問ね、やらせるような問題とかも出てくる可能性っていうのはゼロではありませんから。 まあ、アメバ系の、その理論的な背景のところっていうのは、まあしっかりと、まあ見ておいていただきたいところかなとは思います。結構ここはね、担当論点っていう認識で、あんまりマークをしてない受験生の方が多いかなと思いますから。まあ、事前にちょっと理論対策っていうのをやっておくだけで、まあスムーズに回答に臨めるっていう可能性が高まりますんでね。 まあ、出てくるときはね、事細かな計算の指示が出てくるとは思うんですけども、あのー、まあ、その指示についてもね、事前に問題集で見た内容と同じであればね、まあ、安心して計算に臨めるっていうところがあるかなとは思いますんで、まあ、ちょっとアメバ系についてはですね、まあ、事前に見ておいていただきたいところになりますね。はい。で、次に、11番の原価管理ですけども、まあ、これはもうほとんど出てないというところで、まあ、あんまり正直出る分野ではないんですよね。 まあ総合問題、○○1 問、この、まあ、コストマネジメントから出たのは平成20年と、まあ、令和1年の試験のみというところで、まあ、この2年というところについてはまあ見た目の問題の、ね、形式とかもほとんど同じような内容で、あの目標原価を計算させて、まあ、それをまあそういった部品ごとに展開していくという、まあ、そういった仕様の問題だったんですけども、まあ、担当の問題集とかにも、ねまあ、そういった形式の問題というのはありますけども。 まあ、ここはもう基本的にはね、誘導に従って回答していくのみっていう形なんで、まあ、そんなに頻度高く出てくるっていうところでもありませんから、まあ、10年に1回出れば本当にいいかなってレベルのところではあります。出る可能性は、まあ、かなり低い分野と考えてもらっていいかと思います。ただね、あのー、理論でちょっと原価計算分野で通ってくるとかっていうのは十分考えられるんですよ。 管理会計分野ではなくてね、原価計算分野の理論として、ここの内容っていうのが問われる可能性はあります。まあ、特に、まあ、その、現代的な原価管理の体系の話とかっていうのは、あの、問われた時にね、結構受験生間で差がつくところなんでね。 まあその原価企画、原価改善、原価維持っていうのが現代的な原価管理の体系になってくるわけですけど、まあ、それぞれの原価管理活動の定義を答えなさいっていう問題を出したときに、まあ、本当にできる受験生っていうのはかなり高い精度で回答を作ってくるんですけど、まあ、できない受験生の方っていうのはまあ全くね、あの、まとれな回答になっていくっていうところで、まあ、要点を抑えられてないわけですけども、結構差がついてくるところでもあるので、まあ、この 原価管理の体系については特にしっかり見といていただきたいところではありますね。はい。そこはもう原価計算分野で出てきてもね、文句が言えないところになりますので、あの、しっかりとその辺の定義については確認をしていただきたいところとなります。はい。であとはこの辺は担当の時にもね、よく出てくるんですけども、まあ、専門用語ですね。専門用語。割と専門用語が多い分野で、 用語の定義について、正語判断を問うような問題っていうのが、担当の本試験ではよく出てくるわけですよね。で、まあ、論文ではね、あんまり出てないんですけども、ただ、最低限やっぱり用語の定義を1行とか2行ぐらいで回答できるようにしておくっていう、そのまあ準備はしておいた方がいいかと思います。 まあそれはね、やっぱり回答してくる受験生が結構な数出てくるのかなというふうに思いますんで、まあ、その時にできないとね、ちょっともったいないことをすることになりますから、まあ、最低限ね、そういった用語については定義は答えられるようにしておくっていうのは、ちょっと意識的に取り組んでいただきたい分野になってくるかなとは思いますね。はい、で、次の12番の ABC ですね、活動基準原価計算と原価管理ですけども、まあ、ABC についてはね、 あのもう今年の試験におきましては、試験範囲としては明記されなくなった、まあ、分野ではあるんですけども、ただ、活動基準、厳格管理のほうは、ねまあ、明記されてるっていうところで、まあ、どういうことなんだろうってところではあるんですけども、あのまあ、どうしても ABM が、ね、試験範囲として明記されている以上ね、まあ、ABC っていうところも出てくる可能性っていうのが全然ありますから。 まあ試験範囲として明記されなくなったからやらなくてもいいとかってそんな話ではありませんので、まあ、普通に従来通り勉強はしていただきたいところとなります、はいで。なおかつこの分野については計算問題で別に難しい問題が出てくることがほぼない分野ということで、まあ、何か ABC 特有のまあ難しいその計算手続きがあるわけではないじゃないですか、まあ、単に活動ごとに原価を集めて、まあ、活動ドライバーを使って原価計算対象に割り当て計算というのを細かくやっていくというだけの話なんでね 別に計算構造的に難しくなる要素がほぼありませんので、まあ、問題として難しくなるとするならば、まあ、そういったちょっと逆算させるとかね、まあ、空欄推定させるとか、その辺のね、あのちょっと目くらまし的なそういった難易度の上げ方っていうところは考えられますけども、まあ、ABC 得意の何か難しいテーマがあるわけではありませんので、まあ、そこは心配されなくてもいいのかなと、計算対策で何かがっつりやる必要性はないですね。 から、どちらかというと、理論の見直しっていうのをしていただければなと思うんですが、まあ、とはいえ、ABC の理論っていうのもそんなに別に数もないですし、まあ、一応、試験範囲として明記されなくなった以上ね、どちらかというと、ABM の方をね、理論対策としてはやっておいていただいた方がいいのかなというふうには思います。はい。ABC の理論っていうのはね、ちょっと相対的に出る可能性は低くなるのかなというふうに思いますんで、まあ、ABM の理論っていうところをね、しっかりと見直すっていう作業を進めてみてくださいはい。 で、次の13番の業務的意思決定ですね。まあ、これはもう現場対応でやっていくしかないところになりますんで、まあ、事前に、あの、抑えるべき理論としてもそう多くはありませんので、あの、そんなに対策としてはね、もう時間を取っていただく必要性はないところかなと思います。ただ結構ね、受験生の中には、あの、ノーマークになってしまっている方もいらっしゃるかと思いますけど、この経済的発注量の計算とかっていうのは、あの、マークしていない方はね、今一度見直しはしておいていただければなと思います。 出た時にね、これが解けないことによって連鎖的にミスがね、あの誘発されるような問題が出てくる可能性がありますんで、あの最低限ね、まあ、計算はできるようにしておくっていうのはね、まあ、事前の対策としてやっていただきたいところではあります。はい、で最後、設備投資ですけども、まあ、これもよく出てますね。 あの、説問の一つとして出てくる場合もありますし、総合問題〇〇一問って形で出てくる場合もありますし、まあ、そこのまあそういったどれぐらいのね、比重が置かれるかは年によって違ってくるんですけども、まあもう総合問題〇〇一問出る、まあそういった可能性が高いっていう認識でね、対策を取ってもらいたいところになります。で、ここ計算はね、やっぱり現場対応的な要素が多いところなんで、まあ事前に似たような問題をね、見ておくっていうのはできないんですけども、理論については逆に典型的なものが問われる可能性が高いので、 まあ特に回収期間法の欠点とかっていうのはね、まあ、ここはまあしっかりと回答できなければいけないところになりますね。あと、この辺りの経済性計算の方法の特徴っていうのはね、一通り見直しをしておいてください。 であと、この分野についてはちょっと計算上の留意点とかもね、載せておりますので、あの、ここをちょっとご確認いただければと思うんです、ご確認いた,だいただければとは思うんですけども、まあ、この分野に限ったことでもないんですが、この資料の単位が円なのに、答案用紙が1000円単位とかね、逆に資料は1000円なんだけども、答案用紙は円単位になっているとかっていう、この資料と回答用紙の単位違いですね。まあ、これ、まあ、当連でも出してるわけですけども、これ必ず気をつけてください。まあ、本当にこれミスをしてる受験生の方多いんでね。 まあ必ず答案用紙の単位がどうなっているのかっていうのを一呼吸置いてからね、あの回答に臨んでいくっていうところはね、心がけてもらえればなとは思いますね。よろしいでしょうか。まあ、以上がね、簡単ではありますけど、管理会見についてのお話で、で続けてちょっとまあ計画の方に移っていきたいと思うんですけど、まあ、計画についてはこちらね、まず形式面についてね、過去の取材をまとめています。これまず理論ですけども。 あの講義の中でも申し上げていることですが、まあ、経営管理の理論っていうところについては、基本、出題パターンとしては、この、まあ、文章を書かせる問題か、まあ、用語問題か、計算問題かの、基本、この3パターンになってくると。で、まあ、文章問題っていうのは、ちょっと考えさせる問題とかも中にはありますけども、まあ、どちらかというと、用語の定義系の問題の方がまあ中心かなというところで。 まあ考えさせる問題っていうのは、基本、合否をあまり分けることはありませんので、まあ、直近の試験はそうでもないんですけども、まあ、過去の試験とかを見てみたときに、まあ、ちょっと現場対応で考えなきゃ、これは書けないよねって問題とかは、まあ、ほぼほぼ合否を分けない問題だったりしますから、あんまりその記述対策っていうのを事前に行う必要性はないかなというところです。 だから、まあ、皆さんにやっていただきたいことは、とにかく用語対策ですね。まあ、いつも言ってることではありますけども、用語を基本的に範囲をできるだけ絞らずに網羅的に覚えておくと。もう、広く浅くで構いませんのでね、あの、できるだけ幅広く用語を抑えておくっていう、まあ、そういった意識でね、あのー、与えられた教材のね、確認っていうところを引き続きやっていただきたいなっていうところではありますね。はい。 で、まあ、今の段階でね、特にその5月担当の合格者の方なんかは特にそうだと思うんですけど、まだ理論学習が全くできていませんとかね、全然追いついていませんって方いらっしゃるかは思うんですけど、まあ過去の受験生で、まあその年に合格した方とかでもね、その8月までほとんど理論っていうのをやってなかった方とかも中にはいらっしゃいますよ。8月に入ってから始めても全然間に合ったって方いましゃ、いるんでね。 なんでまあ、あのまあ、その方は特別記憶力よかったっていうのはあるのかもしれませんし、まあ、他の科目の、ね、勉強が順調にいってたっていうのはあるかもしれませんけども、まあ、とはいえね、あのー、経営管理の理論については、まだまだ残りの時間で詰め込み学習っていうのが十分に効く分野ではありますので、まあ、ちょっと現時点で絶望感を抱いている方もいらっしゃるかと思いますけども、あの全然間に合わせることができますから、あのー、そこは諦めずにね、まあ、最後までちょっとね、一、あのー、個でも多く、ね、用語を覚えるって作業をやっていただければなと思います。はい で次にまあ計算なんですけども、まあ、計算については基本的にこの数値の回答をしていくっていうのがまあ近年の試験ではほとんどですね。ひ、まあ、一昔前はねこういった文章の記述をさせる問題とか、まあ、あるいは文字式を回答させる問題とか、作図問題とかっていうところも出ていたんですけど、最近はあんまりそういった問題出てないというところで、まあ、ほとんどこの数値を。 計算させてそれを答えていくっていう形式か、あるいは選択肢が与えられていたりして、その中からね、正しい数値や用語を選んでいくっていう問題になってきますので、も1箇所2点ですね。あの、回答箇所25箇所っていうのも,もう近年の試験の傾向として定まっているところがありますからね。 なので、まあ、基本今年の試験についても、まあ、25箇所、回答箇所が用意されていて、まあ、そのうちの、まあ、だいたい6割、7割ぐらいっていうところが数値の回答をさせるような問題になってくると、まあ、そう考えてもらっていいかと思います。まあ、結局はね、まあ、数値が出せればいいと。 で数値を出す前提として、な、ま、ん、あ、でこういう計算をするんだろうっていう、その理論的な背景っていうところが抑えられていれば十分なんで、まあ、いわゆる理論対策っていうところをやっていく必要性はありませんから、まあ、計算に必要な理論だけをね、しっかりと押さえておいていただければ、それで十分なのかなとは思います、はい。で、次のページからね、ちょっと具体的な分野ごとの出題予想というところなんですけども、まあ、ちょっと経営管理の分野ですね、見ていきたいと思いますが、まあ、経営管理の分野は、 ここちらのところですねあの、まあ、ミクロ組織論の分野になりますけども、まあ、これ、昨年度の試験でね、割とがっつり出てるんですよね、まあ、総合問題、○○1 問という形で出ているというところで、こ、まあ、今年の試験については、このミクロ組織論っていう分野は、まあ、そんなにがっつり出るかって言われるとちょっと怪しげなところはあるんですけども、まあ、とはいえね、ちょっと試験員の先生でその人的資源管理っていうのが好きな先生いらっしゃいますので、 まあミクロ組織論の内容を問いつつ、まあ、人的資源管理の内容とかにつなげていくっていう、まあ、そういった出題の仕方っていうのはまあ考えられますんでね。なので、何かしら出てくる可能性はあるかなと、まあ、なおかつこの辺は別に試験の先生が誰であろうともね、もう典型度が高いテーマになってくるので、まと、あ、とりどのみちやらなきゃいけないってところではありますね。 で特にまあ出るとするならば、この辺やってほしいっていうところをね、まあ、一応、この丸の2番のところに載せておりますので、まあ、もちろん、これだけやっとけばいいとかっていうのは全然違いますんでね、まあ、特にこれがまあ個人的に重要かなっていうふうに思うところを、まあ、まあ、無理やりピックアップしてるっていう感じなので、まあ、あくまでも参考程度に考えてください。はいまあ、最後の最後ね、ちょっと見直しをするときに、あのここに書かれている内容とかをちょっと見てみるっていうふうな使い方をしていただくのが、健全な使い方かなと思います。はい で次の2番のマクロ組織論なんですけども、まあ、ここは、ね、そんなにがっつり出る分野ではないんですよね。でまあ、組織構造とかっていうのは、これもまあミクロ組織論と同じで、まあ、どの年でも出てきてもおかしくないかなというところではあります。わ、まあ、割と典型度が高いところにはなりますからね。 ただまあ、あんまりね、出題実績も多くないところなんで、まあ、出ない可能性の方が高いってところではあるんですけども、まあ、それ言い出すとね、あの、ほとんどの分野がそういう感じにはなってしまうんですが、まあ、割と典型度が高くて、まあ、全受験生、それなりに勉強してくるところになりますので、まあ、一通り見直しはしていただきたいんですけども、まあ、ただその中でも特にやっぱりこの、まあ、SECI、まあ、この席モデルですね、まあ、暗黙知形式値の まあこういったナレッジマネジメントの話っていうところは、まあ、これもまあミクロ組織論とか、ね、人的資源管理とつなげてまあ出すっていうことがしやすい、まあ、そういった親和性が高い分野になってきますので、まあ、しっかりとまあ見直しをしておくべきところなのかなとは思います。はいまあ、特にこれが重要かなと。であとは、令和2年に出されてますけども、まあ、やっぱりバーナードとかっていうのは、まあ、いつ出てきても全くおかしくないかなってところですかね。ここは本当に いつ出てきてもおかしくないところなんで、まあ、きっちりと、ね、確認はしてもらいたいところとなります。はい、で、次の3番、戦略論ですけども、まあ、戦略論についてもね、かなりまあいろんな論点っていうのを内包した、まあ、大きな括りということになってくるかとは思うんですけども、まあ、特に今年の試験とかを考えたときに、個人的にはまあ多角化戦略とかっていうのがちょっと怪しいかなってところではありますかね、はいまあ、昨年度ね。 まあの戦略論についてはしっかり出されてるってところではありますんで、まあ、ちょうど試験の先生でそういったドメイン定義の話っていうところが好きな先生いらっしゃいますんでね、まあ、昨年度、まあ、おそらくその先生が出されたんでしょうけれども、まあ、第1問で、まあ、ドメインについてはね、がっつりと問われてるってところではありますから、まあ、ドメイン絡みの話っていうのはそんなに出てこないんじゃないかなとは思いますけども、まあ、とはいえ昨年度問われていないね、あのこのアップフレーニングとかマーケティングの禁止眼とか、このあたりの用語については、まあ、しっかりと押さえておいていただきたい とところかなとは思います、はい、で次の4番の競争戦略とマーケティングですけどまあマーケティングは今年別にねすごい何か専門家が入っているかっていうとそういう感じでもありませんのであのがっつりやんなきゃいけないかっていうとそういう分野ではないんですけどもまあ最低限ね、まあ、STP とかっていう言葉ぐらいはね知っておいてもらいたいかなとあとマーケティングの 4P とかですね。 あとは、ま、コトラの競争地位別戦略とかですね、この辺は、ま、典型度が高いので、まあ、確認はしてもらいたいところではありますね。はい。また、ま、ポーターのファイブホース分析とかも、まあ、最近まだ、あの、また出されていないんでね、あの、そろそろ出てきてもおかしくないかなってところではありますから、ちょっと注意は払ってもらいたいところではありますかね。あと、個人的には、この、 M&A 絡みの話とかも出てくる可能性がちょっと高いんじゃないかなとは思っていますので、まあ、この買収防衛策のところですね、まあ、しっかりと見直しをしておいてください。はい。で、次の5番の技術系と日本的系ですけども、まあ、この技術系はね、もう今年はかなり大きな山になってきますので、まあ、ここはもうね、もう全部覚えると、いうそういった意識で取り組んでもらいたいところになります。 あとは日本的経営ですね。ここはもういつでも出てきてもおかしくないですよって感じなんでね。まあ一応二重丸ついているところではありますけども、まあしっかり日本的経営についても確認をしてみてください。で、次のコーポレートガバナンスとか企業の社会的責任ですけど、まあ今年の試験についてはガバナンスっていうのはそんなにがっつり問われないかなとは思うので、まあ企業の社会的責任のところですかね。まあこの中でも特に ESG 投資とかっていうのはね、しっかりと見直しはしてもらいたいところかなとは思います。はい で、最後、その他というところでね、まあ、ドラッカーは、まあ、これはね、ここ先にずっと出ていないというところで、まあ、あんまり気にされなくてもいいかなってところで、まあ、本当にレジュメの太字になっていうところだけ確認すれば十分かと思います。で、まあ、人的資源管理とベンチャー経営ですね、ここはもう今年の試験の大きな山になってきますんでね、まあ、しっかりと見直しはしていただきたいところになりますね。 まあ、とはいえ、ベンチャー経営はそんなにね、覚えなきゃいけないことも多くはありませんので、まあ、大丈夫かとは思いますけども、もう本試験直前にね、必ず見直しはしてもらいたいところになります。はい、で、次に財務管理ですけども、まあ、ここは特にね、あのどの分野からも基本出てくるので、まあ、あんまり予想することに意味もありませんから、まあ、一通り出てくるっていう認識で、まあ、計算対策はやっておく必要性があると思ってください。ただ、この中でも特に昨年度出てないデリバティブですね。 まあデリバティブっていうのは基本的に出ない年の方がちょっと珍しかったりもするんですけど、まあ、たまに出ない年も、ね、ありますけども、まあ、昨年度出てないんでね、まあ、2年連続で出ない年っていうのはまあほぼありませんから、まあ、基本次の今年の試験においては出てくるという認識で見ていただければいいかなと思います、まあ、特にその中でもオプション取引ですよねここがやはり総合問題まる1問として、まあ、出しやすいテーマでもありますんでね あの、オプション取引については、まあ、しっかりと、まあ、その計算問題とかもたくさん解かれているかとは思いますけども、まあ、確認をしておいていただきたいところとなりますね。はい。よろしいでしょうか。まあ、以上ではありますけども、あの、 私の方からのね、まあ、話は以上になるんですが、まあ,あの一応その最後になるんですけども、あのー、まあ5月担当の方はね、とにかくまあ時間がなくて経営学っていうのは特に間に合ってない科目になってくるのかとは思いますけども、ただまあ経営学っていうのは実際の本試験の問題っていうのはもうちょっと難しい問題が出たらほとんど受験生できないんで、体験の受験生の方っていうのはもう公式に当てはめて回答を出せますっていう、まあそれぐらいの作業しか体抵できないので、 まあ計算についてはね、あの、12月担当の合格者の方であったとしても、そんなにね、大きなあの差はなかったりするわけですよ。なんで、ちょっと現時点だとね、まだまだ不安を抱えているところだと思いますけども、まあ残りの期間、しっかり対策を取ればね、あの、最低限取らなきゃいけないような問題っていうのは、いろいろになっていくかと思いますので、まあ、そこはちょっと諦めずにね、あの最後まで進めていただければなと思いますね。はい。まあ、それでは、私からは以上となりますので、えー、皆さん、お疲れ様でした。 二宮先生、ありがとうございます。はい。では次、影山先生ですね。マイクと、えー、カメラをオンにしていただいて。はい。あと、遅れてきた方用にですね、チャットでまた、レジュメ、えー、2つ、URL 貼りましたんで、見といてください。はい。あ、影山先生見えてます。じゃあ、よろしくお願いします。はい。あ、えっ、ー、と、それではね、財務会計の え、まあ直前予想ということで、え、お送りさせていただきます。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、今ね、画面級で見えているレジュメが、え、これ普段ですね、論文の講義で扱っている、まあ、いわゆるポイントリストですね。理論問題集の目次みたいなもので、まあ、そのポイントリストのですね、各論点ごとに、一応山とですね、いうところに、まあ、ちょっと熱い論点は星を振っています。 で、あとですね、一番右の列には、今年の23年向けの論文の当連と模試まあグレダーダップ当連と、あとは公開模試、そしてプレトーレンですね、もう少し理論があるので、まあそこでですね、出題したものをですね、一応載せていますので、えー、まあこの山、ね、と、大和を 書いてある部分の星が、まあこれね、星は2段階で1つ星と2つ星と2段階なんですけども、まあ2つ星プラス、まあ当連や模試で出題されているところをね、まあ最重点項目として、あの、まあ復習をしてもらいたいなと思います。はい。まあただですね、あの、基本的には普段学習している時に使っているね、講義で配った理論問題集のランク表をね、まず第一にベースとして、 で、最終確認の時に、まあ、こちらのですね、えー、今日、まあ、お配りしているレジュメの方でね、えー、より厚くね、確認をするようなイメージを持ってもらえればと思うんで、まあ、基本的にはね、普段使っているランク表をですね、あのー、まずベースにやっていくと、えー、で、最後のね、確認の時の強弱をつけるという意味で、まあ、今日お配りしているね、予想の、あのー、まあ、このポイントリストのですね、山の表を使ってもらえればと思います。で、ちょっとね、下の方でですね、 ま、これ後で,ですね、ちょっと、あの、全体をバーっと見ていきますが、えー、っと、あ、すみません、こうですね。まあ、あの、結論から言うと、出題予想ですね、この6ページの下に、あの、載せています。ね、で、 まあ財務会計だと、まあ連結会計の総合問題が必ず第五問で出題されますので、もう基本的に連結企業結合事業分離、そしてまあのれんですね。まあこれらはもうほぼ出るであろうということで、出題数を20丸と、えー、させていただいております、えー。そしてやっぱりリースの会計基準がね、改定されるっていうところから、リースの重要性は高まっていると考えられますので、まあリースもね、まあ熱い分野だと、えー。多分ね、どの予備校もですね、リースに関してはかなり手厚くですね、あの扱っていると思いますので、はい、リースに関してはですね、どの論点が出てもですね、 え、対応できるように準備はしてもらいたいかなと思います。はい。まあ、この20丸がまあ本命というところなんですが、えー、まあ、その下が丸のところですね。えー、丸の部分が、まあ、これも別に本命みたいなものですよ。ね。包括利益、収益認識、キャッシュフロー計算書ということで。 まあ、あの、これも多分どこの予備校なんですけども、多分、あの、個別のキャッシュロー計算書を本命に挙げられている予備校が多いので、まあ実際出るかどうかっていうところは別にして、どの予備校も個別キャッシュを厚くやってるっていうことなので、出た時にやっぱりちゃんとね、えー、個別キャッシュロー、まあ特に計算ですよ、ね、きちっと作成できるようにしておかないと、まあ差をつけられてしまいますので、まあそういう意味でやっぱりやる必要があるときちっとね、やっておく必要がありますよということで、 あのー、まあ、今回のデックの模試でも、第3問の問いの2問題には、個別キャッシュのね、えー、作成問題、出題させていただきました。はい。えー、まあ、何度はね、えー、そんなに難しくなく、えーまあ、標準レベルの問題ですから、まあ、10分の、まあ、7とか8ぐらいはね、取ってもらいたいっていう、そういう問題ではあるんですけれども、 はい。まあ、出るかどうかっていうところは別にして、まあ、リース、個別キャッシュ、このあたりはね、本当にどの予備校もですね、あの、しっかりと対策を立ててきているので、まあ、あ皆さんもですね、えー、そこに負けないように対策を立てていかなければいけないっていう意識は持ってください。はい。で、まあ、あとね、やっぱり、包括利益、収益認識、収益認識に関しては、一応1年おきに出題されておりまして、 えー、まあ、昨年度出題されてるんでね、もし、あの、令和5年に出題されていればですね、えー、されれば2年連続の出題になるんですけど、はい、まあ、別に死刑の先生が1年おきに出題するとかって決めてるわけではないですから、2年連続、3年連続、これ全然ありますから、まあ、集金意式もやっぱり注意をしてくださいということですね。はい。まあ、具体的な対策はちょっとこの後ですね、上の表に戻ってもう一回ね、あの、見ていきます。まあ、あとね、三角。 ですね。まあ、これ別に大穴っていう意味ではの三角ではなくて、まあ、あの、結局上から A、B、C のですね、えー、重要性のランクを振った、まあ、C ランクで、まあ、ここに載っていないものは D 以降っていう感じのイメージを持ってもらえばいいと思うんで、あの、まあ別に大穴みたいな感じになっていますが、あの、普通に重要性が高いものだと思ってください。えー、まあ、純粋さんも進んでますしね。えー、まあ、ストックオプション。 12月の担当、そして5月の担当でですね。まあ、あの、担当は毎回出てますけども、ね、12月の担当で親子会社間のストックオプション出てますので、まあ少しですね、熱い論点ではありますかね、ということと、あとはここ最近外科換算会計、まあ論文だとですね、まあ毎回と言っていいほど出題されていますので、外科あ注意ですし、えー、あとここに載ってないんだけども、税効果もですね、もうここ最近ずっと出ていますので、まあ税効果一応出題予想で載せるか非常に迷ったんですけれども、えー、まあ一応もうね、気持ち的にはこの表に税効果も載っているものだと思ってください。 はい。ということで、まあ、論点としてのね、山はここに書いてある分野プラス税効果ぐらいになります。はい。で、ちょっとね、各個別の論点、ポイントとして見ていきますんで、ちょっと上からですね、ばーっとですね、軽くコメントを入れていきたいと思います。はい。で、えー、まあ、この今映っているところかな、財務会計、総論とか基礎概念とか一般原則。まあ、このあたりはね、 ドカッとね、大きな論点として出るってことはあまりないかなと思いますが、まあ一応ですね、ポイントリスト2-6とかですね、まあこのあたりは、まあ論文の記述をするときには、まあ当たり前に知っていなければいけないような知識になりますので、まあ2-6とかはね、あの、きちっと、あの、事業投資とね、金融投資のね、えー、違い、まあそういったもののですね、えー、利益計算の違いなんかをね、えー、表にまとめてるんで、 まあ、このあたりはもう当たり前として、ええー、きちっと整理をしておいてください。はい。まあ、一般原則あたりはまあ、うん、という感じで見ておいてもらえればと思いますが、ええー、4章5章ですね、資産会計総論、負債会計総論は、まあ、概念売れマークのね、重要性が近年、まょ多少低下しているとは言っても、やっぱりその資産の定義に当てはめて検討する、負債の定義に当てはめて検討するっていうね、ええー、問題は、まあ、これは言ってみれば論文のですね、超典型の出題の仕方になってきますので、 えー、まあ、出題された時にはやっぱりね、特に資産の定義に当てはめて検討するっていうことは絶対できなければいけませんし、えー、特にリース会計が絡んでくる場合は、そのリース資産とかをね、えー、いろんな状況にですね、置き換えて、そのね、資産の定義に当てはまるとか当てはまらないとかっていう話が出てくる可能性はありますので、まあ、これ2年ぐらい前の税理士試験でですね、リース会計に関して3年前かな、えー、資産の定義に当てはめて、えー、まあ検討するって問題が出ていましたので、はい。えー、会計試験でもね、あの以前、 それに近い問題は出ていますので、はい。えー、まあ、リースと資産の定義っていうものはですね、えー、ちょっとですね、結びつけて考えられるように準備はしておくといいかなと思います。はい。えー、そして第6章十三回転十三回転ね、意外とその当連で今年ね、出題していないんですけれども、あのー、本試験ではね、意外とちょいちょい出るんですよ。 あの、普段ね、日頃、毎年毎年、大山としてね、本命として挙げられる論点ではないんだけれども、まあ、いつもその3番手、4番手ぐらいで、さりげなく出てくるのがこの資産会忌になりますので、ちょっとね、通らで、出題のね、回数が少ないんで、あのー、ちょっと心配ではあるんですけれども、一応ね、一通り、特に星がついてるところは、フォローを入れておくようにしてください。はい。で、続いて、財務諸表ですね。まあ、この第7章からは、まあ、基本やっぱ個別キャッシュ。 個別キャッシュが第3問で出たときに、第3問に付帯して、えー、計算に付帯してね、理論が出ますから、その理論、典型問題であれば必ず取らなければいけませんので、はい、キャッシュの典型論点、えー、これは確実に正解できるように、ね、準備をしておいてください。ということと、また、あ、包括利益ですね。包括利益の理論はポイントとして7の6、ね、はい。 ええー、まあ、ここだけね、ええー、あの、クリーンサープラスの話とかね、理解可能性と比較可能性の話が出てきますので、はい、今そこは確認をしておくということと、まあ、あとはね、毎、ま、度、あ、なんですけれども、まあ、セグメント情報ですね。マネジメントアプローチに基づくセグメント情報。まあ、これはいつ出てもおかしくないので、はい、ここは概念フルマークのね、会計情報の質的特性と絡めて、あの、確認をするようにしてください。はい。で、ええー、まあ、あと、固定資産会計から第9章ですね。 まあ、あの、星が降ってあるところを中心に見てください。まあ、今日の模試でもね、この9の2かな、えー、建設に要する仮出資金の利息をね、主導権化に参入することができる、できないっていう話がありました。それ模試で出題をさせていただいているんですけども、はい。まあ、やっぱり固定資産論点もね、あのー、まあ、いつね、何回連続で出てもおかしくないですから、主導権下の決定、えー、そして、体年数の変更、減価消却法の変更、ね、 えー、さらに、ま、のれんの話が出てきますので、はい、このあたりですね、えー、きちっと押さえていくようにはしてください。はい。で、まあ、第10章は、まあ、絶対に押さえてもらいたいのはこの10の3。はい。今年当連では出してないですけれども、株式交付費をね、費用処理する理由3つありましたよね。これは必ず、しかも精度高く上げられるようにしておかなければいけないので、はい。まあ、これは、あのー、確実に押さえていくと。まあ、あとは、 直前期にね、重要性が高いって言って見直すようなところは、ここはないかなと思います。はい。えー、そして住所リースですね。あまあ、どの予備校さんもね、本命として挙げている、まあ、そういった論点になりますので、えー、まあ、基本的にポイントリストだと11の1から11の6までありますが、一応今日のね、今回の模試で出題した11の4は、まあ、では出題していますけれども、まあ、ちょっと応用論点になるかなと思います。 なので、まあそこはちょっと優先度を下げてもいいと思うんですけど、他はですね、何が出てもおかしくないですから、貸しての処理も含めて必ずね、あの、精度高く抑えてください。まあここもね、まあ意外とその論文式本試験ではもう、本命として挙げられているものがですね、出題されないっていう肩透かしのね、状況っていうのが過去何回かあるんですよ。だから今回もリースはね、本命で熱いっていう話では当然なるわけですけれども、出ない可能性もあるんですね。ただ出たときに、 もうほぼね、えー、ほとんどの受験生さんがリース手厚くフォローしている中でね、自分がもし出た時に書けなかったら、これやっぱり偏差値でかなり痛手を負ってしまうので、はい。まあ出る出ないに関わらずみんな対策をしているっていうところでね、あの、必ずリースをやっておいてください。まあ実際ね、会計基準が新しくなるっていうところからですね、あの、重要性の高い分野で、えー、まあすごいトピカルな分野でもあるので、まあ、あの、すごい熱い分野ですからね、あの、普通に考えれば、えー、出る可能性は高いのかなと思っております。 で、一応、貸し手の処理はですね、グレードアップでは聞いてないけれども、あ、ごめんなさい、えー、グレードアップでは出題さしていないんだけれども、プレトーレンの方でね、一応貸し手の理論、簡単なものをですね、出題してるので、そこも合わせてみておいてください。まあ、一応ね、私のちょっと本命としては、あ、ちょっと変になっちゃいましたが、この、えぇ、ー、11-2ですね。これはトーレンだと10回目でね、出題をしているんですが、この11-2の、 所有権移転と移転外のね、えー、違いについて、その特徴を述べるっていうところは、あの、もしリースが出演されたらですね、かなり熱い、えーね、論点として出る可能性は高いんじゃないのかなと思っています。所有権移転外ファイナンスリーストという特徴ですよね。えー、使用する権利があるだとか、複合的な性格を有するだとか、定額のキャッシュフローだとかね、えー、当連の10回目で出演している部分。あの、ここはですね、もう精度高く書けるようにね、あの、きちっと準備をしておいてください。まあ、一つ私の個人的な ね、えー、予想にはなるんですけども、まあ、リースがデビベートすればこの部分出る可能性は高いんじゃないのかなと思っております。はい。ま、要注意かなと思ってください。で、ま、コデスの現存。ま、コデスの現存はね、まあ、いつ何時出てもおかしくないんで、まあ、ここは全般的に見直しておく必要あるのかなと思います。はい。で、えー、まあ、 研究開発、金融商品。まあ、金融商品はね、結構大事ですよ。金融商品ね、当連での出題の頻度はそんなに多くなくて、まあ、星もそんなついてないんですけども、まあ、この有価証券の BS カープなんかはね、えー、絶対に、ね、 えー、正解できなければいけない。精度高くね、書けなければいけないところですし、意外と最近の本試験なんかを見ると、このヘッジ会計の意義ですね。えー、このあたりが聞かれてもおかしくないですからね。なんでヘッジ会計で必要なんですかと。まあね、これ、講義でも言ってる通り、簿記のテキストの説明部分からね、最近本試験ではよく出ますから、あの、募金のテキストを見ながらなんでヘッジ会計って必要なんだろうっていうところね。あの、ここもう一度確認をしてみてください。一応、プレトロンでも出題していますので、はい。まあ、このあたりは、金賞品でも重要性が高いかなと思います。 で、退、え、職、ー、対処給付。まぁ、あ、対処給付はね、ちょっと悩ましいんですよね。これ令和3年、令和4年、2年連続出材されておりまして、まあ、一応星も入れてるんですけれども、えー、まぁ、あ、大体ね、出ちゃってるんですよ。で、対処給付の中で、まあ、このポイントリストの典型論点の中で唯一出ていないっていうところが、この15の10なんですね。で、すいません。 これ山の星をですね、すいません。15の10の方に2個振ってください。で、15の9はこれはね、すいません。これ消してください。すいません。ちょっと私、えー、ここちょっとミスしてますね、すいません。15の10に2個振って、15の9はちょっとこれ消していいです。あの、15の9は過去研究の取り扱いで、これ令和4年、昨年度出ているんですね。はい。昨年度出てるんで、ちょっと15の10の方に星を2個振って、15の9はまあ消しちゃってください。はい。 ま、あの、もし対象級で出るとすれば、この令和3年、令和4年で出てない論点が、まあ、この15の10。ね。ま、もともと一番重要性が高い部分ではあるんだけどここだけ出てないんで、はい。まあ、出るとすればここなのかなっていうのは思いますので、すいません、ちょっと星ですね。こ,この15の10を2つ星にして、15の9は星を消しちゃって構わないです。はい。なで、ま、そこぐらいですかね。はい。あとは、このね、今2年連続出てる中ではほぼ出ちゃってるので、まあ、その2年連続全く同じものが出るっていう可能性は低いんですよね。 その論点として出ることはあると思うんですよ。まあ、過去ゲ表の取り扱いとしてね、何か他の角度から聞かれることはあるかもしれませんが、全く同じものが出る可能性はね、高くないので、はい。えー、なので、まあ、いつも出れば大本命の対象給付。理論に関しては、まあ、15の10、ここが出るとすれば出るのかなと思いますが、ただね、計算、計算に関しては、第3問で出る可能性は全然ありますので、 まあ理論だとちょっとね、できたかの、ここ2年であるんだけれども、計算問題としてはね、引き続き、あの、きちっとね、あの、計算できるように、特に第3問なんかでね、計算できるようにですね、準備はしておいてください。はい。で、まあ、資産熟成はもう全般的にやってくださいっていうことで、自己株式はね、えー、去年、まあ、自己進化物件をベースに出ていますので、うん、まあ、自己進化物件はいいのかなと思いますが、まあ、基本的な自己株式の性格なんかはね、これちょいちょい出てますからね、資本向上説。えー、まあ、ここはもう当たり前に記述できなければいけません。 で、あと、ストックオプションに関しても、うん、まあ、これも全般的に少しやっぱ重要性高いですよ、ストックオプションね。はい。少し重要性高いので、まあ、全般的にできるように準備はしておいてください。うん、で、税効果ですね。税効果はね、まあ、これ、ここ数年毎年言っているんですけれども、この、クルノベ税金さん、クルノベ税金負担の表示方法ですね。えー、まあ、全部ね、えー、非誘導項目に区分する理由が、 まだ非流動項目にね、全部区分するようになってから一度も聞かれてないので、ここはもう熱いと思ってください。ね、はい。で、それとまあ当たり前ですけども、まあ資産負債法とね、あすいません資産負債法と繰延法の、えー、違いですね。違いというかまあその意義ですね。ここなんかは税効果がね、聞かれた時には記述のベースになってくるところですから、まあ19の4とか19の7ね、このあたりはきちっと見ておくようにしてください。はい。で、あと外科ですね。 まあ外観もですね、ここ数年ずっと聞かれているんで、うーん、まあ星がついているところがね、まあそのここ数年聞かれている中で聞かれていないところなので、まあ星がついているところを中心に見てください。外観を出る可能性は高いかなと思っております。そして、えー、まあ今日のね、今回の模試で出題した河津観山調整環状をですね、BS に計上する理由もですね、あの、これ、 ポイントリストにも通れにもなってないんだけども、確実に押さえておくようにしてください。あの、今回の模試で出題した川町をね、あの、DS に形状する理由ね。はい、確実に押さえておいてくださいね。えー、すごい重要性が高い、あの、問題だと思ってください。模試の第4問の、えー、問題4かな第4問の問題4、ね。革町のね、えー、理論部分。これ確実に、えー、模試やっておいてください。はい。 で、あとは連結会計はもう何が出てもおかしくないですけども、やっぱりね、連結基礎概念、えー、ここをきちっと記述できるようにしてくださいね。これ、当連の採点なんかをしていると、連結基礎概念を踏まえて書いてねって書いてあるんだけどもね、問題に。でも、それについて全く触れられていないとかね、いう答案結構ありますから、でもそれ0点ですからね。 連結基礎概念を踏まえて説明してくださいって書いてあるのに、その親会社説のことであったりだとか、経済的単一解説のことが全く書かれていなければ、これは0点になって文句は言えないというか、0点になると思ってください。別にここに限らず、問題の指示として何か盛り込んで回答してねって書いてある、その条件を組んでいない回答は0点だと思ってください。だからきちんと問題文読んでくださいね。であとは親会社説とか経済的単一解説に関しても、普段私たちが日常生活で使っているような言葉ではないので、 一言でいいから、一言でいいから、親会社説ってこういう考えだよ。経済的単一大説ってこういう考えだよっていうことは、絶対に答案に入れてください。ね、もうね、ぎゅうぎゅうで、なかなか答案に入らないかもしれませんけれどもね。親会社の株主を主人公とする。まあ、ちょっと主人公とするってのは幼稚な言い方ですけどもね。親会社の株主を、えー、まあ、ベースとして連結の書を作る親会社説とかね。企業グループ、ね、全員の株主をベースとして連結の書を作る経済的単一大説とか、あの、まあ、一言でいいから説明を入れるようにしてください。はい。 で、まあ何が出てもおかしくないんですけど、やっぱりのれんなんかは熱いので、まあ今日のね、もしでも出題されたのれんの形状範囲であったりだとかね、まあこの部分はきちっと見ておくと。はい。まあ昨年とかね、結構この持ち分変動のところは聞かれてるんで、うんまあだからとっ,って聞かれないっていうわけではないですけど、まあ個人的には、この21の20、成果連結の話や21、21の25、のれんの税効果の話とかね、はい、こういう部分は熱いんじゃないのかなと思っております。 ていうか、まあ、ここ数年問われていないところですね。この黄色ーーでマーベルというところは、ね。はい。このあたりは、まあ、きちっと見ておくといいかなと思います。まあ、漏れなくもしでも取材してるんですけどね。はい。で、ま、持ちっ方は、まあ、同じくその成果連結に関する部分を見ていただければ、まあ、それでいいでしょう。で、企業結合系はですね、 まあ多分連結会計の第五問、総合問題の中の一部が企業結合になる可能性は高いかなとは思っております。えー、昨年令和4年度は企業結合出てなかったんですが、令和3年以前は毎回、基本的に第五問で企業結合何らかの形で、まあ部分的にですけれども問われています。はい。まあその中で、うんまあ主導管理費用ですかね、このあたり意外と通れの出来がよろしくないので、 はい、確実に制度高く書けるようにね、準備をしてください。首都関連費用の取扱い。えー、あと、負ののれんの会計処理もね、えー、ここ最近聞かれてないので、このあたり注意ですかね。えー、で、一応もうね、今回模試では共同支配給の形成を聞きましたけれども、逆取得や共通支配下の取引もね、聞かれることは往々にして考えられますので、とにかく会計処理の説明ね、えー、これができるようにと。 でその時に基準使用ね、きちっと参照できるかどうかがね、ポイントになってくるので、まあ、ここに限らずなんですけれども、会計処理が問われた時には、まずその基準を必ず参照してください。で、基準に書いてない会計処理が問われた時は、自分が普段ね、えー、解いている簿記の処理を思い浮かべながら、それを文字に起こしていくと。でも、基準に書いてあるものを自分の言葉で書いたら、やっぱり基準を写した人に比べて、相対的に評価を劣りますからね。 だから、まず会計処理が聞かれたときには、基準書に載ってるかどうかって、必ずね、あのー、基準書をペラペラとめくって、えー、探してください。それで載ってなければ自分の言葉でっていう流れになりますのでね。はい。えー、ここ、うん、数年、毎年1台ぐらいは基準書丸写しの問題出てますからね。はい。 だから基本的に1台程度は基準書を丸写しする問題が出るんだと思って、えー、基準書ね、全く開かないんではなくて、まあ、財務会議ってったら他の科目に比べて基準書を使う頻度は低いと思うんですけれども、はい。ただ会計処理が問われた時には基準書を引くっていうね、えー、まあ一応一つですね、ルーティンは貸してください。その中でやっぱり理由ですね。その会計処理を説明しなさい。 って言って、まあ、回答行数の金ねもありますが、本当に処理しか説明できないぐらいの行数が設けられたら、しょうがないんだけれども、少しね、えー、行数が多ければ、必ず理由を盛り込んでくださいね。まあ、1、2行だったらちょっと理由無理かもしれませんが、3行以上の回答行数であれば、多分ね、処理の中に無理やり理由をねじ込むことできるんで、あのー、もう理由をね、えー、触れていかないと、評価は基本的には低めになると思ってください。はい。 なので、まあ、基準集を引いて、えー、会計処理を移しつつ、その中にちょいちょいと理由を盛り込んでいくね。えー、これでもう十分ですね。あのー、当案を完成しますから、ね。はい。だから、えー、まあ、このあたりですね。企業結合に関する会計処理、そしてもう事業分離ですね。事業分離に関する会計処理の説明はできるようにしてください。事業分離の会計処理は別にもポイントリストなんか見なくてもいいんで、えー、テキスト中の事業分離の処理の個別のね、いつも言ってる仕分けの上の文章、えー、あれを書けばいいんでね。だから、もう最後ね、えー、直前、 一度だけでいいので、事業分離の、えー、テキスト10のね、個別の会計資料の仕分けの上の文章は確認をしておいてください。投資の継続なのか、生産なのか、それは理由は何でなのかですね、えー、共通支配かなのか、逆取得なのか、いろいろありますよね。はい。まあ、そのあたりね、含めて整理をしておい,ていただければいいかなと思います。で、最後ね、26章、収益認識。収益認識の出題の仕方はほぼパターン決まっています。えー、基本的に要件に当てはめて、 収益認識のね、会計処理がどうなるのかを検討するっていうことなので、まあ基本的には多分事例が出されると思います。事例があって、その事例に要件を当てはめて、この要件に当てはまるからこういう収益認識。この要件に当てはまらないからこういう収益認識っていうパターンの、えー、回答になるかと思いますので、可能な限り、ここに星がね、えー、入っている問題、えー、論点に関しては、要件を覚えてください。要件。要件を覚えてください。まあその中でも、 えー、26の14かな保証サービスに関する話と、あとは重要な金融要素ですね。はい。このあたりの話はね、要件が分かりやすいので、あの、きちっと当てはめられるように、えー、準備はしておいてください。はい。ということで、えー、まあ、星が2箇所でね、かつ当連に取材しているものはね、より、えー、重点的に、精度高く、最後の見直しのところで一気に力をね、えー、入れて、えー、対応していただければと思います。 で、あとはですね、すいません。あの、この出題実績表でですね、今1個緑でですね、マーク入れちゃってるんですけども、対象給付令和3年にも取材されているんで、すいません。この令和3年のところの対象給付の星が入ってなかったので、ちょっとこの緑に塗ってるところはね、対象給付取材されているんだと思ってください。はい。で、あと最後一応ね、リースでですね、まあおまけ論点ということで、まあおまけではないんですが、重要性は高いんですけど、はい。えー、ちょっと当連にもね、どこにも出題していなかったので、 えー、これ最終ページにですね、追加問題として1台載,せて,、えー、載せ,させていただいたので、あの、ぜひね、ちょっと見てもらえれば、あの、普通にリースのね、問題が出演されたら、このね、問題って出る可能性ありますので、あの、ぜひちょっとこの追加問題は最後ですね、あの、もう、一つですね、覚えていくようにはしてください。はい。ということで、 まあ、あのー、ね、予想というのは予想であって、まあ、そんなにね、当たるっていうものではあまりないと思いますけれども、えー、まあ、その、この予想の観点としては、やっぱりどの予備校もね、きちっと力を入れてやってるところはね、えー、皆さんも力を入れてやっていかなければいけないっていうね、観点で作っていますので、はい。まあ、出る出ないっていうと,きところよりもね、みんなが取れるところをね、きちっと精度高く取っていくっていうスタンスで、まあ、星が入っているところにね、力を入れて最終確認をしてもらえればいいかなと思います。はい。 えー、ということで、ちょっと書き出しにはなりましたけれども、財務会計のね、えー、予想は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。じゃあ、影山先生、マイクとカメラオフで。で、森原先生、カメラとマイクをオンにしてもらっていいですかね。はい、OK です。よろしくお願いします。あ、なんか、なんだこれ。影山先生 影山先生、ちょっと画面共有をオフにしてもらっていいですかね。影 <laughs> 山先生、あ、ありがとうございます。じゃあ、全員のスポットライト、はい。はい、じゃあ、森村先生、お願いします。はい。えー、それでは最後の科目となりました、企業法です。えー、担当しますのは、レクセスン講師の森村です。で、例年通りですね、まず、志村先生の えー、その予想とですね、えー、その根拠を、まあ、代読させていただいて、でその後、えー、私の取材予想を補充していくという形にします。志村先生のまず A はですね、えー、協業質義務ですね、当連ですと、えー、3回目に取材されてます。これは私も、えー、A 評価をつけてます。で、大体その試験問題、企業法の場合は、 機関、まあ、から毎年ほぼ一問取材されるわけですね。でその機関の中でも取締役の分野から取材されるということがまあ圧倒的に多いわけです。取締役い大体何か悪いことをします。利益相反取引が権限乱用や選択的行為や、あるいは利益供与や、あるいは特に個別の法令に違反してなくても、全館注意義務違反をすると。でじゃあ、その場合の取引の効力はどうなるんだ、あるいはえ金銭的な損害が生じている場合は、その後始末をどうするんだという、そういう問題がまあ、 累計的に一番よく出るんですよね。まあ2年に1回は、なんとか取引に関して出ますわね。えー、連続で出ることももちろんありますわね。で、その中でですね、えー、圧倒的に長い間出てないのがこの協業主義務なんですよね。これいつ出たかというと、えー、平成18年、論文本試験の出題分野論点というところのこの一番最初に書いてある新試験制度、現行の試験制度になってから最小ですよね。それが平成18年ですけども、このここで 代表取締役の協業主義務、支配人の協業主義務が出て、それ以来出てないんですよね。もうさすがにいい加減出るんじゃないかっていうのをずっと言い続けてるんですけども、いよいよ出るんじゃないかということです。というのはですね、これ平成27年の小試験で出題されてまして、これはあの問題集の方の第36問の内容がフルセットで出題されてます。問題集の36問ですね。 ここですね、36問ですね。こちらにも、まあ、A、A ってつけてますけども。で、で、これは、まあ、やはり、あの、会計試験も、司法試験も同様にですね、学者の先生が出題されてますので、共通のテーマが出題される可能性は極めて高いというふうに考えられますので、これは、まあ、ぜひ、しっかり押さえておいていただきたいと思います。で、次、志村先生の A、2点目は、429条です。これ、ロングレ・トーレンの10 回目ですすね私もこれは A をつけてますで先ほども言いましたように、だいたい取締りがか悪いことをして、そして、えー、会社に損害が発生した場合には423条の問題になりますと、423条は令和3年に出題されてますので、次出るんだったら、第三者に対して損害を与えた場合、429条1項、その後始末の規定ですよね。 で私はですね、423条の2項も危ないんじゃないかと思います。で、1項と2項というのはですね、直接損害、間接損害、含む含まないというところで、えー、結論が異なってきます。でしかも、1項と2項では直接損害、間接損害の概念が違うんですよね。でそういうところも含めて、最近、細かいところまで聞いてくる難しい問題、よく出てますので、そのあたりもしっかりと押さえておいていただきたいと思います。 志、はい、村先生、A の3点目は公開模試の第2問ですね、公開模試の第2問、の事業譲渡に関する問題です。志村先生は特に会社法22条の類推適用、えー、公開模試第2問の問い2の方ですね、こちらを A 評価にしていらっしゃいます。でこれれは令和4年の司法試験で取材さててまして さらに平成27年の司法試験、あるいは司法試験の予備試験でも出題されています。で、これなんでこんなところを頻繁に出すのかっていうのは、私ちょっとこうよくわからないんですけども、でもまあ、やはりその試験医の先生、共通している学者の先生の、もしかしたら何かの興味が終わりのところかもしれないので、ここはやっぱり外すことはできないなと。まあ、こういう端っこのところを準備してないとえらいことになっちゃいますので、まあ、ぜひ、ここは えー、もしの問題だけでも見ておいていただきたいと思います。で次、志村先生の B ですね。B ランクは、えー、ロングレ・トーレンの7回目です。ロングレ・トーレンの7回目の表現代表取締役ですね。で表現代表取締役はまあ外観法理の1倍なんですけれども、これは令和3年の予備試験で。 取材されてます。で、外観法理についてはですね、確かに何年かに一回はどこかの外観法理が出るっていうのはまああることなので、えー、これもやっぱり見といて損はないところだと思います。で、次志村先生の B の二点目はですね、ロングレトー当年の第四回ですね。新株予約権の問題です。で、新株予約権についてはですね、取材されるとこ非常に難しい論点が ありますので、えっ、ー、と、これもやっとかないと書けないですよね。で特に新株予約権の差し止め、不公正発行、あるいは新株予約権の無償割当てに関する論点、これ、司法試験でも取り上げられている論点ですので、えー、ぜひこれは押さえておいていただきたいと思います。志村先生、B の3点目は、423条公開模試の、えー、第1問ですね。423条。 れまあ先ほど来お話してますように、取締役なんか悪いことをして会社に損害が発生したと、でそれをまあ金で型をつけるという条文が423条1項なので、後始末規定として、423条か429条っていうのは、まああの、本当に頻繁に出ますよね、で令和4年のこれ、司法試験でも423条聞かれてますので、やはりこれはまあもちろんあの、外すわけにはいかない論点ということになると思います。 はい、で次、志村先生、C ですけれども、これはロングレトーレンの第8回ですね。ロングレトーレン第8回で、えー、公正な価格の意義というところ、まあ、ちょっと細かいかなっていう論点なんですけれども、あのいわゆる中かせば価格ってやつですねで。これは担当式の問題が近似ですね、ここから。 連続で取材されておりますので、やはりその担当で出た論点、論文で深く聞くっていうのは、たまにあることですので、ちょっと怖い論点です。まあ、規範の部分だけといいましょうかね、結論の部分だけでもしっかりと押さえておいていただきたいと思います。志村先生、C の2点目はロングレトーレン、今見ていただいている9回目、9回目の利益供与ですね。私も C を つけてますこれは令和4年の予備試験で問われた問題ですよね。で、利益共有のどの要件を聞いているのかということに気をつけて、えー、その,あの聞かれてないところ書いても点数来ませんからね、えー、ここはしっかりとそれを見極める目を養っていただきたいと思います。で、志村先生、C の3点目は、監査役の兼任禁止ロングレトーレン9回目。 今映ってるところですね、監査役の兼任禁止というところです。で、これもですね、令和4年の予備試験で問われた論点ですね。で、私は、監査役出るんだったら、監査役のその、えー、っと、一番まあオーソドックスな問題である、えー、この8の第8回ロングレトーレン8の第1問の監査役の監査権限の範囲あたりが、えー、むしろ危ないんじゃないかとは思ってます。はい。 でここからはですね、えっ、ー、と、私の方からですね、えー、補充すべき論点という観点でお話したいと思います。まずあの、えっ、ー、と、近年の出題傾向と言いましょうか、何が出たかという、これですね、この令和4年から遡って見ていきますと、えー、まあ、毎年ほぼ一問期間は出てますよね。期間が二問とも出なかったっていうのは平成30年、2018年、 は出なかったんですけども、それ以外の年はずっと期間は1問出てますよね。で、じゃあ期間の、さらに細分化したらどの分野から出てるかというと、ずっと目で追っていただきますと、取締役がやたら出ますよね。株主総会もここのところずっと出てますよね。だとすれば、令和5年も期間はまあ1問出るだろうと。で、山を張るとするならば、総会、取締役以外、 のところかから出るんじゃないかというふうふにままず考えましたでこれもちろん、総会と取締役やんなくていいってわけじゃ全然ないですよ。え一番よく出るところですから、それやんなきゃいけないですけども、山ということで、えー、その重点を置いて、これから学習するのであれば、総会取締役以外、じゃあどこが出るんだというと、やっぱり監査役が危ないんじゃないかなというので、えー、ロングレート年8回目の1ですね、一番オーソドックスな問題が、監査役の監査権限の範囲ですね。 これ一番おーソドな問題なんですけども、過去に一度も出てないんですよ。で、かなり、あの聞、聞き方によっては難しい問題も作れますので、えー、基本的なところは押さえておいていただきたいと思います。で、適応性観察限定説と、その妥当性観察方眼説っていうのがあるんですけども、場合によっては、あの、どっちかの説では非常に書きにくい問題が出る可能性があるので、ここはまあ、よく言えばですね、どちらの説でも書けるというふうにしておいた方がいいと思います。 で、次は、えっ、ー、と、機関の分野からは、監査等委員会設置会社ですね。監査等委員会設置会社というのは、これは、えー、平成26年の改正点でもありますので、もう随分時間経っちゃいましたけども、えー、まだ出てないんですよね。えー、だから、出てもおかしくないんじゃないかなとは思います。それと、あとは、やはり429条ですよね。先ほどお話し,しましたように、えっ、ー、と、第10 第10回目でしたっけ第10回目で出題したところですよね、429条の請求と。そして、今年のロングレトーレンでは、第10回以外にですね、第4回目でも、第4回目でも、えー、と違法配当とセットにして、429条を、えー、聞いてます。で、これはやはり、あの、 えー、まあ、一押しといいましょうかね、なんか出そうな気するんですよね、429条はね。429条もいろんな出方、いろんな聞き方が、聞かれ方がありましてね、その取締役がなんかまあ悪いことして、第三者に損害が及んだと。で、その時にそに悪いことっていうのが、その取締役のなんのとか行為とですね、あとはこの、違法配当ですよね。で、違法配当の場合には、条文がどの主体に、 どの条文が適用されるかっていうのがなかなか細かく分かれてますのでね、えー、そのあたりのところはしっかりと押さえておいていただきたいと思います。はい。で、次、期間からまあ1台出るとして、1問出るとして。じゃあ、期間との組み合わせで次何が出るんだというとですね、これずっと出てないのを遡っていくと、設立が平成27年から出てないんですよ。平成27年って2015年ですよね。2015年からずっと出てなくて、今年で8年目ですよ。 だからやっぱりこれ、落とすわけにはいかないなということで、で、しかも最近のですね、その試験が難化しているという傾向からすると、その設立の分野で一番難しい論点である発起人の権限ですよね、えー、ロングレトーレンの今、3の2です、設立中の会社発起人の権限の範囲ですよね。で、さらに設立費用に関する、その、えー、っと、 どこだ設立費用ですね設。あ、ごめんなさい。設立費用ですね。えー、の帰属の問題ですよね。未払いの設立費用がある場合に、その債権者は、えー、発起人に請求すべきなのか、成立した会社に請求すべきなのかといった、そういうところもしっかり書、えー、けるようにしていただきたいと思います。はい。で、次、期間との組み合わせで、次に可能性があるのは、やはり期間の次に、 出題頻度が高い株式の分野なんじゃ、株式の分野ではないかと思います。株式の分野については、まあ、いろんな論点あるんですけれども、えー、株主優待ですよね。第1回目で出題しました株主優待制度。これは、あの、平等原則との絡みで、えー、まあ、いろんなその優待制度を想定できますので、 えー、これは優待制度というのはあの株主平等原則の違反の問題なんだっていうところですね。そこは、まあ、間違えないようにしていただきたいと思います。で、次、期、え、間、ー、との組み合わせで次に出ていない分野というのは計算ですよね。これ、令和元年の帳簿閲覧請求権というのが令和元年に出てるんですよね。令和元年に出てからずっと出てないんですよ。で、帳簿閲覧請求権っていうのはまあかなりマイナーな 論点ですからね。令和元年の第2問ですよね。そうすると、計算で王道中の王道と、一問出すとなら、出すならどこかっていうと、ど真ん中のやはり違法配当なんじゃないかということで、結局この第4回ですよね。そうすると、違法配当っていうのはあの、429条とも423条とも組み合わせることができますので、えー、これは相当危ないんじゃないかなというふうに思ってます。はい。 で最後に期間との組み合わせで出題可能性が残っているものとしては、資金調達ですよねで。資金調達については、令和2年度に新株発行無効が出てますので、えー、だとすると、あとは差し止めですね。この今映っている第4回の募集新株予約権の発行の差し止め、不公正発行、えー、でその、それが無償割当について。 どういうふうに、その変容されていくのかっていうあたりをしっかりと押さえておいていただきたいと思います。あと、組織再編ですけれども、組織再編ってここしばらく、割と連続で出てるんですよね。組織再編が、令和4年にも出ましたし、1年飛んで、1年飛んでじゃない、令和3年にも出てるんですよね。 令和3年に、まあ、子会社株式の譲渡っていうのは条文の位置として事業譲渡と同じ条文にあるので、まあ、組織再編であるというふうに考えると連続で出てるんですよね。でまあ普通に考えたら今年は出ないだろうということなんですけどもこれもし今年出ちゃうとですね組織再編をそこまで 重視しているのかということで、来年以降の予想には随分影響を与えること,ところなんですけども、まあ、平成30年、令和元年に出て、で、さらに令和3年、令和4年に出てるわけですからね、ちょっと出ないんじゃないかとはちょっと言えないんですけどね、言えないんですけども、まあ、比較的重要度は低いんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで、えー、まあ、 こんなところなんですけれども、えーまあ、企業法に関しては、ですねあのここのところ特にそうなんですけれども、あんまり普段勉強しない分野から、しかも制度説明型の問題で出題されると、そうすると、制度説明型の問題ってのは別に論点でないところからでも、どこからでも出せるんですよね。だから試験員がある視点で3つないし5つぐらいの条文について、それを探してきて要約して、それを制度趣旨書いてくださいねというような問題ですよね。でですかかから条文探探せるか探せるないかでも 決ままっちゃうううとというようなところがありますのでですからあのぜひ皆さんに今時間ないと思うんですけども条文の目次ですよね。で条文の目次というのは大体その大から小に編小節漢目編小節漢目っていうふうに大から小に並んでるんですよね。だからまず第一編第2編第,第三編編をまず覚えていただいてで小をその辺の中で、えー、小第小第2小っていうふうに覚えていただいて。 だい、えーまあ、大体条文がどの位置にあるかっていうのをですね、えー、これをしっかりとあの、えー、本試験で頼りになるのはその法規集だけですから、えー、その法規集にこう馴染めるように、えー、ぜひ目次というのはまあ、暗記しろとまでは言いませんけども引けるようにしていただきたいと思います特に株式なんていうのはねあの株主名簿と株式譲渡と例えば株券、うん、どちらが先に来ますかなんていうのはなかなか分かんなかったりしますのでね、えー、まあ、そういうところも含めて条文にぜひ 馴染んでいただきたいと思います。はい、えー、私からは、えー、ここまでということで。